あー、みんなありがとう。よいしょ。こんばんは。ちょっとツイート閉まるね。ちょっとツイートしますね。これむずいよね。これめっちゃ難しい、挟んでる状態。どう切ってるんだろう。一回撮ろう。みんな、やっほー。ももこだよー。ツイッターにシェアします。本日のパーティー会場はこちらですよ。猫さん、マイイベントもぜひチェックしてください。こっちか。ツイート。皆さん、大桃子ちゃん、サンライズちゃん、女性誌 R のイベントも参加してます。60万ポイント今日でいきたいので、ぜひマイイベントにさせてください。マイイベント、おー、間に合ったの。はい、こんばんは。どう、パンティーっぽくない？今日は、よし、あ、イトケンマイベ達成ありがとう。朝がマイベント達成、おめでとう。今日はなぜならね、3ヶ月遅れた誕生日パーティーだから、ね、今日は3ヶ月遅れた。遅すぎる。ミューにびっくりしたけど、今日、ジェミ何すんの？誕生日パーティーだよ。一番近いのはユースで、ね、そう、ここですよ、マイベント達成。セキュー、ケーキ。ケーキ時、マイベント達成、おめでとう。ちょっと今日ね、もし読めなかったら、うん、そう、後でちょっとね、してください。あの、言ってくださいね。読めてない時は言ってください。ね、マイベント達成、おめでとう。マイベント達成、おめでとう。から、はい。じゃあ、じゃあちょっとさ、マイベント達成、おめでとう。それぞれのマイベント違うのが入ってるんですけど、説明ファミリーが、ファミリー間違えた。ファミリー。ジェミニーだったんです。ファミリーはそちらの、すみません。間違えました。ジェミニーの、あの、それぞれ動画がマイベントに入っております。はい、で、順番に説明していくと、はい。シオの、マイベントを達成すると、ジェミニ3人で撮った茶番動画が、お得意の、見れます。お得意の茶番動画がね、はい、このね、今日撮った3個の動画の中で一番ちょっとなんやこれっていう、面白動画となっておりますので、すごい良かったですよ。ぜひ、あの、ジェミニのいいとこ出てると思うので、うん、ぜひゲットしてほしいなの。うん、そして、ももちゃんは？はい、ももは最近 TikTok をね、頑張っておりますので、ジェミニ3人で流行ってる、にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫、ちょっとちょっとあっち行ってっていう、にゃんにゃん猫の TikTok を、これは表に出さない、皆さんだけのジェミニ TikTok なので、ぜひゲットしてください。いいですね、皆さんだけのジェミニ TikTok。いいね、ここですよ、シャンパンありがとう。うわぁ、おぉ、ゆうちょ、ここですよ、マイベント達成、おめでとう、ありがとう、そして。ありがとう、ちょっと。マイベント達成さ。せいや、マイベント達成、おめでとう。読んでいいなの今。いいよ。ゆうちょ、センキューありがとうゆうじ神将マイベント達成、センキューこっちマイベント達成、こっちマイベント達成、あ、ここですよ、ありがとう。わ、マイベント達成、しかも流れ星、ありがとう。今日はパーティーですからね。あ、あ、大きいケーキが来てもらえまーす。あ、私の動画の説明しなきゃいけない。うん。私のマイベント動画はですね、ちまとではその、ミユから始まる。えい、誰もがやったことある。そう。それを、あんまりルールを思い出せない状態で、やりました。誰かさんがヘッポコなので、こちら。誰だ誰だ、よかったら見てください。もうね、基本的にジェミニの動画は一発撮りなので、はい、その方が本領発揮されるのでね。一発撮りですね。奇跡待ちね。一発撮りでやらせてもらってます。イェーイ。小学生の時のやつっていう、その時代の設定は人による。大人だったかもしれんじゃん。確かに。上条糸剣もマイベント出せありがとう。マルクスもマイベント出せありがとう。
それぞれね、ありますので、ぜひね、コンプリートしていただけたら、シュッてやったりしたら、隣にもしかしたらいるかもしれない。そうだね、シュッてするとね、すぐいると急にこう、違うアングルからの、あれが見えるぞっていう。ね、まあ、内容はね、すべて同じなので、じゃあ、はい、ちょっと酒だけ作らせてください。そうですね、シャンパンタワーも来てたことですしね。開けたここですよ、マイベーセンキュー。ちょっとね、マイボトルに、かわいからほら、ダイナのさ、マイボトルにね、何入ってんの？米醸酒。米醸酒せいやまめんとたせいせんきゅーいわくわくいまめんとたせいせんきゅーふくひだまめんとたせいせんきゅーめっちゃいる連続してまるねトモワークスまゆべたせまゆべ本日のお酒使用こちらをチョイスさせていただきましたありがとうありがとうしかもまゆべたせまゆべたゆぼあ、ケジとケイ優勝マイベントセンキュー。優勝マイベント。優勝マイベント。はい、じゃあ、ミザリ。セイヤマイベントセンキュー。じゃあ、ちょっと開けてもらっていいですか。早く、早く。あ、シャンパンタワーが来てる。あ、画面がね、マイベント達成センキュー。じゃあ、開けまるよ。バカスマイベント達成までありがとう。なんか今日やっぱさ、家でやるのと違ってちょっと気合い入ってる感じになってる。かわいい。あ、今日ね、そう、まだ言えないんだけど、とある収録をしてきました。最高。ちょ、頑張ってきたっていうか、楽しんできたので。いいね。楽しみ。ケイジときありがとうすごいみんなお礼言うとき早口。早口で。そう、遮らないようにね。いとけん、マイベント先生、方もし。いや、見逃しされごめんよ。あ、待って、マイベントありがとう。え、そんなイベント集めれてありがとう。はい。センキューやばすぎる、かわいい。え、活動告知ってやつ、リクエストなんて送れるのね。何のリクエスト送れるの？シャマハーマイベント達成センキュー。ルちゃんこんな活動してくれよ、ありがとう。こんな活動何それ、活動、何ほら、なんだっけ。あれよ。設定設定。なんとか設定でさ、URL とかさ。お越しいただいちゃいました。みんなワッショイ行くぞ。ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ。一緒に入れるんですけど。一緒に入れるんですけど。これだけはちょっと真面目にマイベ達成してきました、はい、帰りあそうだアップル大好きイベントに挑戦中です、はい、恋しよりんごちゃんのからにはやっぱ上位に君臨したいこれ上位になったら恋しよアップルになるそうですやった解明ありかアップル恋しよアップルはいぜひねアップル大好きな方、ぜひね、参加してくださいね。よろしくお願いします。どうも、マイベタセムレタありがとう。乾杯で、はい、あります。やろっか。では、皆さん、グラスの準備はよろしいでしょうか？よろしいですか？準備はよろしいでしょうか？はいはいはい、いいですね。では、いきまる。乾杯のフライングはダメですよ。はい。はい。ですね、3ヶ月経ちましたけど、はい、予約叶いました。はい。乾杯のフライングはダメだって言ったから何ですか？ジェミニは？あ、じゃあそっちから行こうか。オッケー。そっちの来てくれる？うん。来てくれる。え、じゃあ誰でしたっけ最初？最初あミユチからか。そうじゃん。じゃあ私から行きますか。そっちだったね。いくよ。ジェミニはいつの時代も。最高。あここです、ね。ここだ。最高の。アイドル！わーありがとう！乾杯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 センキュー！乾杯乾杯乾杯センキュー！しおありがとう！こっちの話こっちの話こっちの話あ、やばい警察が来てまるね乾杯爆警察来てまるね乾杯乾杯乾杯センキューありがとうThank you! ケッピー、ありがとうケッピー、マクもありがとうハートハート、Thank you! すごい。あ、プリン、マイベント男性、ありがとうありがとう、乾杯サイエンちゃん、マイベント男性、ありがとうはい、かわいい。さっき、もさ、もう、ま、ふさばさ、マイベント男性、Thank you! ありがとうおみこし、おたげ、乾杯、Thank you! 誕生日パーティーだから。ケッピー、Thank you!もう一回マンボー。はい、美味しいですよね。髪色がだいぶ茶色になったかもしれない。メイシー、マイベント男性ありがとう。回転中初めて向かいのはかどるね。こやちん、よかったらフォローしての。あ、嬉しい。あ、やばい。あ、どうしよう。あ、髪。
321来た時焦るよね。わかる。なんかもう、それがさ、リリースされた時にさ、チーズだはず。しおりのせ、動画になってる、しおりんの。動画になってもらう？なんだ？しおりの静止画っていう質問が。マイベ？来てたんですけど、マイベ動画になってるでしょうか？早速確認してきてもらおうのね。ちょっと見てみてほしいの。ありがとう。前のはちゃんと見れましたか？すごい、神。ありがとう。結構わたわたしてね。ありがとう。ピスコちゃん、マイベと達成センキュー。ちょっと待って、全員のやつを今日呼べてなくて申し訳ないですが。動画でよかった。よかったです。あ、よかったです。サムネイルだけのお写真にさせていただいておりまして。中身は動画が入ってますね。はい。ピザ、ピザ、ピザ。ピザ。なんと本日、小石王様からピザをいただいております。ありがとうございます。自分で言う。ありがとうございます。ピザ、ピザ。小石王、小石王をおすすめの塩一番好きなピザなんですよ。何？ドミノピザ。ドミノピザの、マヨジャガです。お、まるっとまるまるじゃが？そう、まるまるじゃがです。え、違う、本当にね、これね、まるっと1個あっても足りないぐらい美味しいですからね。温めてこようか。あ、温めてきてもらおうじゃん。開かられない。開かられないらしい。開かないなのけど。鍵かけた人が。おーすまい。あ、まず、もものところから見せてくれる。もものところ、そして、ゆうちゅうのところに行きまして、友情見てください。おみくじいただいたマヨジャガーです。マヨジャガー。美味しそう。温めたが美味しいよね。それ俺もあんのよ。何なんだ？サイドか。サイドかだって。これ。っていう感じですか。サイドかがついてるので、これも一緒にチンした方がいい。ありがとう、しお。え、こしおのおごり？そうです。嫌で割ろうよ。え、小石屋さん。小石屋様からいただいてる。アンパンマンポテト？違った。違った。ピザと氷をね、提供させていただいてるんで、本日。まあ、私もね、酒を今日提供で持ってきたので。女の子も酒を買いました。ちょっとあと味噌汁。チンする？今日はですね、予告通り、マイベント全員0時までとなっております。はい。でね、そう、シオも0時までです。で、配信も0時をめどに、考えております。それより前に、誰かが、やばい状況になったら、私が強制終了しますし、私が寝たら強制終了してもらいます。はい。朝早くてさ、しかも今日のことが気になりすぎて、寝れなかったの。結構朝方に連絡取ってたよね、シオ。一生懸命さ、今日の場所どうするとか言う。そう、調べた、私も。そう、で、明るくなるまで寝れなくて、2時間くらい仮眠できたから、やばいかも。カミングスーンですね、それは。緊張もあったよね。あ、そう。テレビ前とかって緊張しないめっちゃ可愛く痛いっていう気持ちで寝れないみたいな。いや、そう。ワンコありがとう。緊張した。誰が生き残るか。バトル始まってる。バトル始まってる。ナイスオファーセンキュー。あ、ワッショイ、ワッショイ、ありがとう。ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ。あ、まさかに、マイベル達成ありがとう。どうもマークス、マイベル達成ありがとうからのおみこしいただいたよ。せーの、ワンショット。フリースタイルバトルと聞いてきましたと。どんだけ元気でも重要。バトル始まっちゃうから。すぐ始まっちゃうからね。始まっちゃう。あのさ、楽屋ほっとくとさ、フリースタイルバトルしかやることなくて。ちょっと待ってて。ピピピピ。ありがとう、やっほー。これね、本当に自分の画面、今、シオの画面、繋いでる、繋いでる。繋いでくれてる。あー、インダーマス。やばい、美味しそう。今、何かかけた。何やったの？あの、こいつのうまいとこ全部取った。今日は忙しい。あ、ゴーミー、マイベント達成ありがとう。今、どうのこうのやってる間に見逃してたらごめん。マジでごめん。はいはい。あ、なにまけ、マイベント達成ありがとう。お父さんいる。いい匂い。あ、さっきね、ももころの画面に。ももころ。ももころ。ももころの画面にも。ももころ。あ、ケンシーありがとう。ももころ。え、あおいちゃんありがとう。パパカツ、そう、ごめんね。パパカツって呼んでる。パパカツやめてよ。パパカツが来た時は、パパカツが来たんだよ。パパカツ。そんなこと言われてたんですか、うちのお父さん。パパカツなの。
ちょっとこれね、もしね、今日ジェミニーが食べたのと同じの頼みたい方はね、ウルトラクリスピーの生地の、あの、塩クリスピーにするよね。塩絶対ウルトラクリスピーじゃない。私、チーズバーストにする。ここにね、チーズ入ってるやつ。そう。なんかね、ふわふわなやつやなね。一回間違えて、ふわふわを頼んじゃって、疲れるよね。あの、家に届いて、違うと思って、もう一回、ウルトラクリスピーで頼み直したことある。どうしてもしい。なんか、あ、これ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 。センキュー！入れなぁ。最高爆ありがとう最高サミチゴーゼロ最高それさ、なんかお皿とかあったんじゃない？もしかして。このままでもいいよ。散らかり。散らかりけり。散らかりけり。あ、あったね。もう一個の。ここに。あ、こっちに置いていいの。出しちゃって、これをここに入れればいいの。ありがとう。草草草草草草早せー。ちょっとこれね。にゃん。お腹すいたね。私も我慢できなくてさ、揚げ鶏もりもり食べちゃった。やばい。はい、チーズ見逃してた。遅い。前さ、どっかのホテルでさ、ガーって盛り上がった日ってさ、どうやってやってたんだっけ？なんかもうさ、もはやコメントとかそこまでやれてなくて、私とももうで、私の部屋にももが来た時でしょ。そう。もうね、最終的に4人になった時でしょ。そう、まさかの途中から参加した時。4人、マイベンタさん、マイベンタありがとう。セブンのマイベンタさん、センキュー。泣いて。アンドルもキャラクター。適当に喋ってるよ、ね。センキュー。ありがとう。わかった。あれはね、でも、ももも別で立ててて、うん、私も立ててて、うん、でもなんか、結局、どっちも同じような画面になるようなシステムに最終的になっちゃった。全部読んでられないってわけよね。あれ酔っ払ったのか、こいつ。もう、この子だとね、話す時間なくなっちゃうから、ね、何かしらの、爆発忙しい。喋ってみんなのところを援助してくれてる。わーい。ももの顔がほら、ここに乗ってる。あーピザのベッドで。これ半年よね、おすすめなの。マラジャが。いただきます、コシオさん。いただきます。おめでとう。ケーピー。ピザケーピー。うん、あ、すごいかわいい。つけたかった。ありがとう、めっちゃ。美術噛みすぎる。ありがとう。うん、ケーピー、ありがとう。シオのベッドさせせじゅう。あいつ適当に喋ってるぞ。あ、大事にした。あいまるね。うん、ありがとう。うん、ハンドルマッピーから入っていただきました。ありがとう。うちまるです。見て。もーちゃん少しだけの応援させてファイト。ありがとう。少しでももう神だよ。みんな。ピザの味するよ。アヌルマキマイベントさんありがとう。え、マネキノコマイベントさんありがとう。あのね、味はね、もうほとんど復活してると思う。100くらい来てると思います。匂いだけちょっと 90% くらいかもしれないけど、皆様のおかげで元気になりました。あ、質問が来てますよ、皆さん。3人の中で一番お酒強いのは誰なの？わかんない。じゃんけんで決める。それね、マジよく聞かれるけど、あの、残念ながらね、これはね、わからない、うんうん、人体調と飲むものによる、うん、あのコンディションめちゃめちゃ左右されるけど、うん、基本的にここで飲むとあの地獄みたいな感じ、うん、長いんだよね。誰も死なないの。もう12時までって一回決めないと、うん、前回のような悲劇が絶対にダメ。もうだからその先はもう風呂入ったりしてもう3人で楽しませていただきます、うんうんうん、なのでお店できるところは12時までということでね、うん、その先はね、あの課金しても見れませんので。はい。ポッチ？見せられないよ。初めての回の OBI センキュー。フォローしてね。ありがとう。フォローありがとうね。うん、動画可愛かった。ありがとう。うん。おいしい。小石おりんごさんの偏見で、小石おりんごさんお酒強そうって言ってる。偏見めっちゃそう。偏見シリーズ。どうでしょうかね。割り方のイベントセブンでありがとう。どうでしょうかね、うん、え、本当に美味しい。あの、2個頼めばよかった。ね、ちっちゃめだもんね、3人ですよ。え、食べて。もうね。マジで。マジで、マジで、マジで。うまい。バーティーって感じで、やっぱこれあるだけで。うん、間違いない。さすが。うん。足もらえるわ。すごい、ありがとう。あ、
ジェミニ動画コンプリートしに来ました。ありがとうな。ありがとう、ね。もう最高のタンプレだよ。すごいすぎてるけど。ね、すごいすぎてるけどね。確かに。1年間誕生日やりたいね。お邪魔します。ハワノアンド、フーネちゃんかな、ありがとう。私と違う読み方してもらった。なんて読んだの、ハーゼネ、ハゼネちゃんね。何したの、テンポが悪くない、嘘じゃん、たこ焼きみたいな、気づいたらこうなってた。プリン、マジマジ、ありがとう。ちょっと、ここにあると危ない。うんね。ここで寝れるようにはしといてね。あ、わかった。モニカスから親の言うこと適当に流す子供って、マイベントだって、もう走り出せながら演じてる。おみこしいただいたい。はい、チーズが来てる、どうしよう。え、私じゃんけん弱そうと思ってる。え、塩の方がじゃんけんは弱いと思う。なんか大丈夫やばい、何か通ったんですけど、何も通ってない、何も通ってない、何でしょうか今のは。え、じゃんけんは塩は弱い。塩が私も弱い印象なのか。塩、ダントツで塩が弱いですね。なぜかね、それ以外すべてさ、ちゃんとさ、運も持ち合わせてるヒロインじゃん。だけど、じゃんけんだけさ、ちょっと負けるとき、ね。間違いないじゃないのよ。みんなちゃん、ありがとう。嬉しい、マイベント達成、ありがとう。みおちゃん、マイベント達成戦。え、塩が出すやつさ、わかってる、もしかして。塩のね、グー。顔に書いてある。チョキ、グーかチョキが多いと思う。なんか一発目でパー出してるところを見たことある。ああ、それ、当たってるかも。心理戦。え、それ本当に当たってるかもしれない。ごめんなさい、ありがとう。うん。シオリンってパー全然出さなくない？確かに。嫌いなんじゃない？あ、ルーシーが嫌いなの、パー。じゃあ嫌いなの。でみんなもシオリンとじゃんけんするときはそこを計算に入れていただいて。でも今そう言っちゃったからさ、今心理戦始まってるから、シオはそう言われたからパー出すと思うからっていう、うん、逆にね、うん、逆張りのやり口ね、煽っておいてね。レイシー優勝、マイベント戦、キュッ。おもちゃんがガハハって笑うの好き。いや、あのもうガハハって言ったら今日も笑う、酒飲めば飲むほどだんだんね、おもろな笑い方し始めるんで。心の底から楽しんじゃってるんですよ。すみません。悪党の笑い方で。リナちゃん、マイベント達成戦、キュー。すごい。指すま、指すまって何？あ、これから8人も違ったんです。あれよ、指すま。伊勢の2位とかで。あれ？違って、指すまって言うでしょ、指すま。え、一世の、あの、地域によって、ちっちちとか、一世のとか、あるんですよ。え、なんていうやつだったそれ。指すま1。指すま1。え、それ、おろしちゃいけないやつしてる？あげっぱ。足をね、おろすやつや。おろすやつだった。え、ママはなんて言ってやってたの？一世のせ。一世のせって言うの？あ、一世のせ1位みたいな。マイベント助かりそう。一世の1位だった。伊勢のだまでだったなんか、え、なんかね、指すまか伊勢のが1とかだった。伊勢のが 1？ うん、とかだった、やっぱ地域性違うねんな。あるちゃん、おみこし、マリメント出せ、ありがとう。シオの洋服ね、キャンディーストリッパーのワンピースね、ありがとう。あ、トールサイズ、マリメント出せ、マリメント出せ、マリメント出せ、ありがとう、ありがとう。やる友達いませんでした。わ、まあ、確かに一人じゃできん。しょうがないやろな。トールサイズの。みんなよ。ありがとう。指すま。うちらがやってあるで。やったるよ。はい。え、じゃあ3人でやる？うん。え、最大6か。6。オッケー。いくよ。いいや。みーちからどうぞ。いくよ。指すま3。ももっぱで、ももってね。指すま1。あ。伊勢の2。しかも伊勢のなんだよ。白。無視してる。伊勢のが3。一人。伊勢のぜ0。あ、あ、伊勢のぜって言ってない。伊勢のぜ。伊勢の4。うわぁ！あげましたか今。はい。最大5になります。1です。伊勢のが2。
やっちまったなの。一斉なので一。これを利用して。じゃあ決まるよ。一斉の一。おにょん。伊勢の2。うわー、またやってしまったー。いきます。伊勢ので0。うわー、うわー。伊勢の2。様子見なさい。今もういいまあでもいいですよ、こうやってやってですよ。第1回指すまコンテスト優勝のみゆち、そして最下位はももちゃんでした。優勝の最下位だけ発表され、あげっぱやな、普通は塩でした。一瞬で終わるから、一斉ので1って言ったら下げちゃいけない、自分が1回でもあげたら。でも誰かの時であげるとするじゃん、下げちゃいけないから一瞬で終わるんだけど、すごい心理戦。別に何も殺してないなの、怖い、シワシワとかは別に殺してないなの。警察が来てるんですよ。私はこれ優勝したので、お祝いします。殺せないなの。ただ、前めたっておめでとう。みんなありがとう。え、R イブに20万さん。どっちの意味でどっちの意味で絶対上であってほしい。今日ばかりは。このさ、経済系のイベント結構ヒリヒリするよ。ヒリヒリするね。本当に怖いのよ。そう、ヒリヒリしすぎてることを言い訳にするんだけど、ちょっとマルシェの納品遅れてた。あれおたげに聞きた。あ、トールサイズ、マルト大先生、え、マルト大先生、みんなの、今日のこの子が。もう一回乾杯していい？いいよ。あの、これ、どこから来ちゃった。ジェミナ、ジェミナ。はい。では、皆さん、あの、今来たよっていう人も参加してください。はい。ジェミニはいつの時代も、最高の、慣れてきた。アイドル。うー、わお、カチン、お疲れ様。ケミケピハワケピうわおですよ。ジェミニはケピセンキューケピセンキューケピセンキュー。ジェミニのライブに来るとこれさせられるんで、みんなトクチマイベント達成センキュー。ジェミコンがあるんでね、みんなであのさ、今年の終わりにはエンジン組むみたいな感じで、うーわお古き良きアイドルをね、イメージしておりますので、そうね、まあ年内にありますね。はい、年内ジェミニコンを予定しております。冬ぐらいね、地味にコンサートだ。今日画面が足りなくて困る。あのずっとこうやってうろうろしてる。箱押し勢は、でも話を聞き逃すことはないから、みんな確かに同じ話が流れてる。よかったね。大丈夫だよ。仮面子前が立せめたり、おしカメラっぽい。あげっぱやってもね。やりたい、やりたい。いくよ。で、ももこからね。うん。一斉のせい、ゼロ。どういうふうこっからどうする、命もうないのに。え、じゃあ次しようか。うん。伊勢の3。似たて。ジロリ。伊勢のが3。うわっ、間違えたな。ありがとう、センキュー。あれにしてありがとう、センキュー。伊勢のせ4。バイバイ。うん、そうだ、ね。で、あげっぱ。難しいね。伊勢の3。あ、はい。伊勢の3。は、バカあげちゃう。何やってんだよ。伊勢の4。もう。伊勢の。お疲れ様でーす。おつまみ。はい。第2回。スキピッピコンテスト。スキピッピコンテスト。なんだっけ。優勝はももちゃん、そして最下位はみちでした。しおは普通でした。第2位ね。中くらい。え、もう2回とも中くらいなんですけど、しお。バランス型なんだね。ポジティブやね。あげっぱ結構ね、難しいんですけど、早く終わるんで。計画性がない感じでさっさとあげた二人を。あ、よしよし。草選球、草選球。草じゃないよ。草生える。まったく。慰められてる。かわいい、ありがとう。酔った後のアゲッパ、本当にカオスになる。そう、計算できなくなる。なんか、ラジオの CM で、アキッパっていう、なんか、駐車場の CM なのかな。え、オキッパっていうさ、あの、なんだっけ、置き配のための、あれもある。知らんかった、オキッパ。オキッパ
ラジオの出てくるのね、リスナーの人が。かわいい。かわいい、ありがとう。うん。かわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。みんな、センキュー。かわいい、ありがとう。みんな、マイベントの感想とかもね、マイベント見たら、腰痛が治ったとか、コメントしてくれたら伸びるかもしれないので、感想もぜひお願いします。え、シオのマイベントの最後でさ、シオがさ、あんなことをやらされてさ、どう思います？ねえ、一国の姫として。姫ともあろうさ、シオがさ、普通はさ、可愛くさ、横につけるのに、あれを縦につけられてたから。シオがウルトラマンごっこしたそうだったから。あ、嵐、マイベントありがとう。ですよ、本日も美術が良くてありがとうございます。みんなのおかげで美術がいいです。ありがとうございます。ねえ、何、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど。何、私実は二人にプレゼントを持ってきたの。え、本当に本当に嘘でしょ。信じられない。そんなことあっていいの？許されてたものか。私だってみゆ、あと1日でお家でほこりかぶることがみゆみゆ、続きを言ってほしいわ。こっちのコメントでみゆまでが来てる。ちもうみゆったら受け取ってくれる？喜んで。プレゼントを持ってきたってツイートしよう。私でいいのかな、何が生まれるのかな。なんだろうな。あんまハードル上げないで。サンキュー、来た。ハロー、マメントサシ、サンキュー。なんだろう、家かな、なんだろう、ビーグストラガノフかな。それこういう感じで持ってくることになるけど。食べたい。では、うん、え、つないどくね。あ、ネイル可愛くなりましたので皆さん、私のネイル蝶々ついてます。この見せ方、これはセーフです。この見せ方どう思われる？セーフです。みゆちゃん、え、すごい。うん、しお、え、しおからもらっていいの？おめでとう。そしてハモ、私のプレゼントもらったの。みんな見てよって、ママがプレゼントもらった誕生日。このプレゼントスクショ撮っといて。嬉しい。なんだろう、あ、家具だ。いい匂いはせんと思うわ。海苔みたいな香りがする。印刷の匂い。じゃあちょっと覗いちゃおうかな。なんだろう、ぜひ開けてほしい。ちょっとじゃあももからちょっと。あ、じゃあももこから。あの、ちなみにね、あ、でもももから開けてもらっても大丈夫。あ、どっちでもいい。いいよいいよ。何のクーポンなのってごめん。イメージよ。偏見の癖が。スーパーのね、期間限定、1週間くらいしか使えない 5% オフのやつ。助かりますね。あ、待って、ちゃんと、ももって書いてあります。本当だ。今、もものとこに見に行ったら、いち早く見れる。なんだ、なんだ。あ、これ、リボンが紫なのは、菊池風磨くんだけの意識してくれてるわけではない。あ、紫。え、これ何？待って。え、超かわいい。嘘。何？え、ポーチ？ショルダーバッグか。なんで？持ってそう。待って。超かわいい。めちゃくちゃかわいい。え、待って。なんでミーチってモモのことわかんの？待って。髪が。髪が、髪が。多分な、寝かした時間で。綺麗に後で撮ります。熟成されて。見て、ショルダーバッグいただきました。
皆さん、ニューチーから激カワのショルダーバッグいただいたよ。おみこしと同じ時の言い方してる。ハローありがとう。おみこしと同じ。見せてあげる。わっしょ。これかわいい。かずき、よかったです。フォローしてるの。僕ももちゃんちの子になる。ここに入ってるんです、なんと。こういうってこと？え、マジでマジ。え、これかわいい。かわいい。あ、おみこしいただいたよ。ありがとう。あの、ちょうどおみこしをね、ふぐちからいただいてるんです。ふぐち。え、マジでさね、これ持ってディズニーランド行きたい。かわいいものもらったらディズニーランド行きたいって言うんですよ。うん。行った。しようも一緒に。行こう？いいの？行って。みんなで行こうよ。え、待って、すごいさ、一つ一つが可愛いんだけど。めっちゃ可愛いの。これは何？これ多分ね、手にも。あ、多分、長さ違いのやつだ。そう。このパターン。ハンドバッグにもできる。こういう時、パーティーの時はこの方が良かったりする。じゃあ、もしありがとう。これだ。小さめのバッグでね、パーティーを参戦するのが。ちっちゃバッグね。ちっちゃなので。かわいい。マジでありがとう。これめちゃくちゃ使うね。使ってー。ありがとう。ボロボロにしてくれ。っていうことは、どういうこと？おや、このサイズ感。マジでありがとう。クラッチバッグ。すいません。確かにサイズ的にはかぶってるね。絶対好きだと思うしよ。何？絶対好きだと思う。気になる。クリオちゃん、プライベート達成選挙、招き猫、プライベート達成選挙、じゃあ開けていいですか？どうぞどうぞ。開けるなの？こんなに止まってるの？止まってるなの？かかわりもほどくなのね。かわいい。なんだろう。ドキドキするね。緊張しまるね。こんなでかい顔よ。これもしかしてさ、リアクションが。菊池風磨くん、面白い。菊池風磨の担当から意識した。意識した？しおが実は。実は私に言ってきたから。桃子にだけは言わないでね。桃子には言えないんだけど。実は。菊池風磨くんのことが意外すぎる。実は、おしかぶり。ってこと？みんなこれだけはリークしてくる。これだけはツイッターに書かないでください。あ、パトカー来た。見張ってる。見張ってる。なんと。え、何か。待って、かわいい。めっちゃかわいくなる。やばい。お揃い。待って。もしかして、ミューチーも持って。ま、で、これ、紐のとことかさ、もう、塩大好きやろと思って。かわいい。とこ見た瞬間、塩かわいいって出たもんね。はぁ。え、てか、今日の服にバッチリじゃん。え、じゃあちょっと、ショルダー、すると、すると、すると、しぶっちゃおうかな。え、でも、ちなみに、もう次は。あ、かわいい。かわいい。これ全員で。ベージュ的なやつ。お揃いじゃん。かわいい。かわいい。あ、ワッショイ、ワッショイ。マルマイベントセッキュー。え、みの日マイベントセッキュー。これ、これつけていい？つけなぁ。あ、私、このスタイルで使いたいな。この服めっちゃ可愛いよね。めっちゃ好きなんだけど。もう、こう、シュク黒多いから、これ超いい。そう。なんかね、文字の色一瞬悩んだけど、やっぱ黒の方が合うなと思って。え、マジ天才すぎる。ありがとう。シーン、このシートベルト部分の。シートベルトっていうの？シンク大好きですね。いや、もうこれ一生使えると思ってしようか。かわいい。どうですか、皆さん。かわいい。ピンクに赤のハート。え、かわいくない？かわいいですよ。かわいい。あ、それもかわいい。持つところ。まあ、どっちもつけて立っていい。間違いないんだって。どっちもつけて立っていい。確かに。ペコパ。そういうのあるもんね。ペコパシステム。シモつけてたって。さすがみのペコパ警察なんですよ、ね。ペコパ。はい、あの木曜日はオールナイトニッポンやってます。どうですか？かわいい。かわいい。かわいいなの？なんか私さ、そのお揃いでこう自分がプレゼントしてね、お揃いでこう持つのにちょっと憧れを持っていて。かわいいなの。せっかくだから3人一緒になんか。そう、やっぱ似合う似合うってなって、じゃあ私もと思って買ったの。嬉しい。あ、はい、チーズが来てる。あ、落ちてくれたえ、シャンパン
か静かにマイベント達成してる。ミユチが持てることは分かった。かわいい似合うとかみんなかわいい似合うちょっとみんなここの画面で見せてくれない？よかったら。いいよ。バックの参戦。しばらく。むちゃ。首つけたまま。こんな感じで3人お揃いにしました。はい。え、これちょっとじゃあ、シオのとこにも来てほしいかな。一番いい感じで映るじゃん。いいね。いいね。はい。かわいいなの。かわいい。シオがピンク、ミーチーが白っぽいの、ももが黒っぽいやつ。かわいい。かわいいから。ちょっと猫耳とのコーディネートも。こんな感じ。合ってまるね。かわいい。そうですか。もうね、だって髪取れなくなってんだろ。いや、なんかね、接着だから太陽で熱くなってるんじゃない？そうかも。大丈夫かな？綺麗に取りたいですね。あとでね、綺麗にね、濡れ布巾で優しく。いや、似合うでしょ。大事ですね。うん、ガチコイ。うん、ガチコイの。何それ？あ、ガチ恋スタンプ？すごいって。あれ面白いね。あ、美容院、マイメドガスありがとう。めっちゃ、結構多分入るんだよね。あ、シャマイメドセンキュー。このままここにさ。え、じゃあどこ行く？これ持って。どこ行く？どこ？僕、仲良しできたびに。あ、そう、行きましょう。あと、なんかさ。あれとか行きたいね。やっぱりディズニーランドとか。行きたい。やっぱ可愛いな、そのスタイル。めっちゃ可愛いよ。これでパーティーに行きたい。パーティー行きたい。パーティーのお誘い待ってます。シオも誘ってほしいじゃん。パーティーのお誘い待ってます。こんな感じでね。シオにも誘って。ここにね、リボンの形がめっちゃおしゃれなの。肩結びというか。これが完全なリボンだとさ、ちょっとさ、あれですけど。ちょっと子供っぽくなっちゃうよね。と思いきや、これがめっちゃいいバランス。絶妙。あ、さまいまいった、そう。なんで、こんな部分がめちゃくちゃ確かに。でしょ、うん、これはね、もうファッションセンス。ゴリゴリに恋しよう、みたいな。恋しようっぽいよね。え、超可愛い。今日の服に。みんな似合ってる。このカラーでさ、あるのすごくない？え、すごいね。かわいい、ね。かわいいよ。よかった、似合ってる。あ、ありがとう。嬉しみが高いな。頑張って選んで。なんかシオも頑張って選んだ。ん？プレゼントがあるんだけど。何？ピザだけじゃないっていうの。ピザだけじゃないってわけ。ピザあと1個ずつあるから。あ、ありがとう。あ、食べてくれ。私が一個食べたから普通だったんだけど。いいですよ、マイコさん。食べていいよ。食べていい。食べて、食べて。食べる。実は、もらってくれるって言うの？そんなの。いただくわ。なんて言えばいいの？もらうに決まってるだろ。え、なんだ誰？深くイケボでお願いします。もらうに決まってるだろ。お前そんなの。お前のプレゼント決まってるだろ。決まってるだろ。やかましいな。まる、まゆめさん食べれたりやと。汚れたらだから一回。確かに。そうね、私も一回しろ。撮影してもらったし。汚れたのやね。嬉しい。これでみんなでおさ、ね、ちょっと落ち着いたらどこか行きたいね。行きたい。世の中が早く落ち着きますようにっていう希望です。ありますよ、ね。今でもいいです。今ディズニーランドってやってるんですか？やってるよ。やってはいるんだ。おしょ。こんなとこ。ちょっとこんな。おしょ。あれ。はにゃリアクション。と小さいプレゼント新規センターちっちゃい方が商品券とかのことが多いからやっぱりこういうくじ引きの時とかはクーポンも入ってるかも大体ね、ちっちゃいのにいいのが入ってる、ね、大人はちっちゃいの選ぶようになるね子供の頃は大きい方が良かったのに ね本当にあげたいものがそれ あの一部として先にこれをあげたいんですけどこれは一個は一緒にやりたいなと思ったものでもう一個は一緒にやりたいなと思ったものどっちもそうえ、これは私がもらっていいっていうのうちのエース。あなたのよ。開けてもいいなんか笑ってんだけど、なんで。やりたいんですよ、シオン。いきます。はにゃ。
リーのやつーボードゲーム、ね、好きよね。配信でもできますしね。ご移動様楽しそう。ご移動様ってタイトルだけでうちらでやったら楽しそうじゃない？そうだね。絶対楽しいと思うね。語彙力足りてまるって。あの、語彙力はね、育てたいですからね。育てたい。ひなたの前に。気になる。めっちゃ気になるな、これ。やったことない。え、もう一個入ってるんです。もう一個。あーねー、これさーこれこれこれよこれさ、もう、大喜びだったもんね、だって。これめっちゃ面白いよね。超面白かった。え、でも今日やりたい。今日やるか。やりたーい。今日みたいな時のためにあるんやもん。ね、カタカナーシっていうボードゲームなんですけど、なんかね、カタカナを使っちゃいけないの。日本語で全部説明したりとかするやつなんですけど。うん、そう、自分がその何を伝えたいかっていうのをこう当ててもらわなきゃいけないんだけど、その中でカタカナをあのおもむろに使ってしまうと、罰ゲームが待ってるよっていう。そうなんですよね。罰ゲームではないか。ポイントがマイナスになるのか。使ってほしいですね。大事でした。あとは、シオン、個人的に、なんか、コスプレ趣味じゃないですか。キャラクターのコスプレとか。そういう時に、なんか、合わせるメイチにこのキャラやってほしいな、みたいな、キャラを、ちょっと今後やってほしいんですよね。うん、違うね。誘うと思うんで、衣装とともに。なんだろう、それも誕生日みたいな感じに。ほんと？うん、合わせやりたい。やりたいですよ。なやかんやしようとさ、あんまやったことないよね。全然やったことない。意外はよく見るけど。そうなんだよね。なんか、同じあれのキャラをやったりとかしたことないかもしれない。うちにはなんか、イケメンのキャラやっててほしい。それ見たい。ね、合わせよう。大勢お願いしまるったよ。めちゃくちゃ見たいです。で、大きい方はももちゃんのプレゼントなんですけど。これ、しおが体験してみて、ちょっとももにも似合いそうだなと思った。なんだ気になる。つまり、しお持つ身ってこと？もう、やりました。てん、てん、てん、てん。てて ー, あ ー, あーえちはわにゃん。えち、え、じゃあ、シオとモモコでこれできるってこと？できまる。なんとこれシオ持ってるんですけど、モモにも似合いそうだなと思ったので。ちょっと、見ててもらっていい？え、ちはわな、にゃ、にゃんはわナースですね。間違ってさ、大きい方がいいとか言ってこれを選ぶと、私は悲しいことになるところだった。そんなことないよ。すごい。小窓ついてもあるからね。こういうの、あの、お尻だけはね、あの、どうにかなるんですけど。確かに、これ結構尻攻めてるね。攻めてるよ。あと、よく風穴が隠れてない。おっぱいが、ハートに開いてる。見て、これを、モモコと仕様でできるってわけ。さあ、の配信ご覧の皆さん、あの、はい、入ってくる、入ってくる。入ってくるぞ。プレゼントしたんで、いつか。こっちのアングルのこと考えてる。ちゃんとチェックして、自分の危ないから。今まで見てたやつびっくりよ。おお、仕様に急に。みんな、お楽しみに。ありがとうございます。もうこれは軍団も大か、軍団がちょっと壊れ始めた。あれ、どうしましたか？これは大窓ですね。小石尾さん、天才じゃん、はい。絶命された方も。いつかね、双子ちゃんやりたい。したい。ありがとう、しおり。一派はプレゼントでした。はい、楽しみにしててください。ちょっとこれ、刺激強強ですね。強強ですね。かわいい。これも猫ちゃんだ。そうなのよ。黒だし、猫だし、なんかレースの感じとかもかわいいよね。今日は楽しみ。ありがとう。ねえ、日本酒を渡すようなんだけど。あ、にゃ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 です。にゃ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 です。氷と一個。はい。はい。イエーイ。小石尾さんに足向けて寝られない。はい、あの、マイベントも増えておりますので。あ、じゃあもう、お礼のマイベント。元気出てきたなどのコメントが。あ、よかったです。ありがとうございます。まだ見てないのに。確かに。想像でも考えてるから。予想で。やっぱ想像力がめちゃくちゃあるので。よかったです。よかったー。あー、ごめんね。よかったです。はーい、ガチコイ。ポン、シュー。待って、どこにどう置こうかね。
これはいいね。こぼさんだよ。こぼさんだよ。あんたたち。あんたたち。すぐこぼすんだけんね、あんた。すぐこぼすんだけんね。これさ、なんとショットか。なんとショットとと。これとっとっと。なんショット。あの、これ、カニカマ、冷やしといた方がよかったんですけど、なんか熟成すると美味しいって聞いた。そうだよ。はい、今日は、ね、それお家からアラスカで。これ、これアラスカじゃないからダメだよ。ただのかまぼこの。これも賞味期限3日ぐらい切らした方がいい。持てこさせていただきました。本日はこちら、純米吟醸山本を飲ませていただきます。こちらはですね、秋田県の日本酒となっております。お誕生日の時にいただいたものです。ありがとうございます。Thank you!これをね、この日に開けたいと思っております。飲ましていただきまる。嬉しみです。ほら飲まさせていただきます。軍団の方からのお礼のコメントが来ております。なんかカニのコメントがなぜか来ております。カニありがとう、みんな、うん。あ、いただいちゃっていいですか。あ、あちゃ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 。にゃ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 。あ、行き過ぎ、行き過ぎだ。では、じゃあ、私から。え、そうね。あちゃちゃちゃ。あ、すごいですね。これめっちゃ高級でしょ。いや、いい。良さげですね。なんか、久しぶりに。結構。え、しおさ、復活してからまだ日本酒は飲んでないよ。え、やりすぎないよね。いいですね。みんなちゃんと水を飲むように。はい。同じ量の。これがなくなったら、同じ量の水を飲まないと次が来ませんよ。あっちからですか。え、じゃあ水飲んだら、次また来るの。そうです。圧がすごい。次また来るの。イェーイ。いっぱいグラスが来ました。では皆さんよろしいでしょうか。はい。いくよ。ジミーにはいつの時代も最高のアイドル。わあ、ケンスカリマンボー。ユキちゃん、うまくなってきてない？できてる、きてる。お、ケンピー、センキュー。めっちゃ好きだ。ありがとう。おいしい。超絶スッキリだ。おいしい。これマジ邪魔しないで。カチンハマカチン。最高です。拍手。おいしい。ありがとう。みんなケンピーありがとうございます。あのちょっとここでモモコがかなモモコが一発芸モモコ発芸なんだけどここでちょっとモモコがあのね倒れないかここは塩が私の移動で写真に映ってますね。あの本当にモモコの今回ね塩もあんまモリモリ言ってる怖いね。酒レポしてください。めちゃくちゃ飲みやすくて水かと思う液体ですね、これは。美味しいね、これ。うち日本酒、いいね。やっぱさ、あの、秋田とかそっち系の日本酒、本当に美味しい。日本酒来ちゃったから、これ開けよう。おろし大根と食べる、冷製のナスの揚げ浸し。あれ？ハッピーボースデーとユー。嘘支えながら来てる。ピーボーまだ、まだ意識がちゃんとしてる。よかった。じゃなかったら飛んでくるから、ここに。あんまりね、バーンって、わーってなる。ミュージーとしよう。やったー！ ハッピーボーズデーとユー。888お願いします。8888。はい。大桃子さんのやつですね。ミューチーには、あの、誕生日当日にね、先に実はお祝いでプレゼントを。いただきました。そう、ちょうどね、会えたので渡せていて。で、あの、今日ね、スタジオだったんですよ。で、しおりに渡したいもの決まってるんですけど、ちょっと今日はね、ドンキしか行けなかったので、ミューチーには、高野菜的なちょっとしたプレゼント。で、しおりには全野菜的なちょっとしたプレゼント。あるんですか？私に。あるよ。そうなの。ちょっと、桃子がこうして、こうして、うん、こうやって、こう！何？これが、ルルルの、この桃子とおそろっちの猫ちゃんです。にゃにゃあ、逆ですか？一緒にドンキ行ったから、シオが答えを知ってる。わかっとったんか。これって。私に差し出してくれ。くらがりでね。はい。チャトラです。じゃーん。そう。かわいいと思って。合うの？そう、合うでしょ。そう、これでだからさっきのバッグ持ってばいいんでしょ。そう、と思った。それでカタカナ足やればいいんでしょ。カタカナ足。カタカナ足ちゃん3人組です。白ニャンハンは白。つけるぜひに。つけますか？つけてくれるの？つけるという選択肢もありますよね。力技。これね、ルルルの
イベントそうやってましたからね。これね、もう一品なんだよね。一応おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげなので、二人にはね、マイイベントも協力していただきましたね。あ、主食にあったね、それ。そう、主食の特典会もありましたので、二人には、まだまだ今後いっぱいプレゼントし続けるよ。よいしょ。なんと、3ヶ月分ももらったらしいですね。大丈夫そう。にゃんこちゃん大丈夫そう。一生。出てこないなの。あれやろうか開けようか。待って、顔かわいそうだね。かわいそう。はい、どうぞ。ありがとう。はい、どうぞ。え、できるかな？ここでつけれるかな？みんなのこと、鏡にしてもいい？いいよー。今、ミニチの画面は、ももこが手の幻想的な動きで、チームラボバリの夢を見せております。みんな、ガチ恋。ちょっとミニチが来ればね、ちょっとなんかお手手で。ミューチーズの皆さんに夢の世界をお届けしております。チームラボ VS 音楽サンライズの世界戦でやらさせてもらってます。あ、ミューチーの画面の方に素晴らしいっていうコメントいただきました。ありがとうございます。こうですか？顔。さ、頭あるこれ。しおりんの肘が嬉しいというコメント。あ、肘。いや、腕はすぐやってくれる。みんなサービス精神が多すぎる。え、これニャンハンあってまる？あ、かわいい！気づいたらみー二人とも嘘でしょ？かわいい！ 1 秒でかわいい！ニャン！二人ともかわいい！ちょっと、あれば、みー充電が切れる。充電があと20%になってる。いいねもついてる。これ、いいねさ。ちょっとみんなこれはスワイプして一瞬もう見てほしいね。めちゃくちゃ可愛いんですけど。見て、可愛い。可愛いよ。ちょっとこれは、えぐいかもしれないです。えぐいプレゼンです。可愛い。これさ、ヘアバンドするとさ、なんか、いいよね。女子会って感じする。夜の。あ、3人1来てるか。あ、恋しおさんのファンの方からもありがとう、ももこさん。あら来てもらうね。ニャンハワになったんだな。今日はみんなでお互いを幸せにしちゃったね。お互いもお互いのファンの皆様もみんな喜んでいただいて。よかったなのー。いやー、いい一日ですな。やっと、これがやりたかったねっていう。ね？これがやりたかったねって感じだよね、ずっとね。ね、ほんとに。やっとですね。嬉しかったしね、いろいろと。うん。嬉しい。でも、ハワーパーティーもやるもんね。ねえ、ハワーパーやりたいね。だからシオ今回なんか誰のお家でもないお家でやってるのじゃ今、うん、昨日もし次回もしよければ皆様がシオのお家にご招待しましてシオがホームパーティーを開催して最高ご飯とかいろいろ作ったり飾り付けをしたりとかしてもてなすというパーティーをシオはやりたいんですよ。クッキンアイドルに会えるってこと？恋する魔法のクッキング、トゥ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 ンって。はい、おいし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 い。この振り付け飲んだらベロンベロン。お金のテキーラ赤ワイン。でもやっぱりお水じゃないっす。日本酒。飲みすぎには注意してください、ね。その時はまたこういう感じで、おしかめさん体制の配信をやりたいので、うん、ぜひ皆さんもね、シオのお家に、招待したいので、来てほしいなの。ハワーパーティー。シオの将来の夢知ってる？だって。何？ホームパーティーだよ。すぐ叶う。すぐ叶う。ホームパーティーやりたいのよ。でも、シオ本当に、なんか、うちに来るんだったらキラキラでお迎えしたいから今日じゃない方がいいみたいな、そういうこだわりがある。でも、その辺にもさ、チョコレラブの MV でも出てたよね。あれはね、一生懸命用意しましたね。お茶ピクの先駆けでしょ？はい、
ロンリーおしゃロンリーネスな感じで一人であのおしゃピクやりましたからね、おしゃれピクニックね。一方ね、そんだけねこだわってる一方で散らかった家に招き入れてあのキッチンでね料理をするモチベのキッチンミニキッチンかつてのキッチンね。なんかなんてベッドの上で四つん這いやめなよショコララムとはショコララムのいろんなね概念解釈がありますね。一人一人あの端から端までいたね。ももこはエチエチの方面であの当時売ってたから、うん、そうね、ブランディングしてたから。なんやったらさ、このカットはちょっとやりすぎなので変えてくださいみたいな。自分から言ってたの、ちょっとエッチすぎるんで変えてくださいって言って、うん、オタクが不安になっちゃうのかなって、ね、なんか始まりそうだからみたいな。たまに来るももこのシーンあったじゃん。ももこがあれあったねショコララブのね、あの生まれ変わりバージョンの、うん、MV が YouTube に上がってますので、うん、悩んでちょっと恥ずかしいけど見てください。見てみてください。うん、恥ずかしいもんね。どのデート感が多分出てると思います。割烹着ミルチとかね、うん。エスカレーター一緒に登ってる望月とかね。やだー。好き。普通それくらいするだろ。やだ。ダメ。やだ。ニオシホロー、センキュー。最近見てきました。うん。見たなの。竹谷に。マイベタセムレタありがとう。あ、お姉ちゃんだ。お姉ちゃん。お姉ちゃん。セブンお姉ちゃん。桃子のお姉ちゃん。実はね、セブンお姉ちゃんからシャンパンだわ。いただいたよ。姉カツ。姉カツ。姉カツね。ありがとう、お姉ちゃん。いいな、みんな、肉親が。肉親っていうな、リアリティあるな。ありがとう、姉ちゃん。みんな。カタンしかママリンとママリン呼んできて。ママリケしかカタン。ママリン。コメントお願いします。横尾とお酒が大好き。確かに。え、でも、しおりのママリンパパリンカツではいつもね、焼きまんじゅうやらさせてもらってますからね。あれだって、もう積み重ねたらね、いくら使ってもらってるか焼きまんじゅうをこうやって積み上げていくと結構な高さまでいきますから。焼きまんじゅうタワー。みんな家族に愛されてて、いいことよ。なんかめっちゃシャンパン入ってますね。イエーイ。みなひマイベスシャンパンで盛り上がってる。なんかハッシュタグなんでもない日のシャンパンっていうのが最近流行ってますから。I'm very very embarrassed。なんで？なんで？著作権平気。著作権平気。申請しとくわ。ちなみになんだっけな、何十秒以内だったら平気らしいよ。I'm very very embarrassed。そんなの言うにさ、あのなんでもない日おめでとう。アンバースデーね。あのマタハッターが歌ってるやつです。あ、やばい、ジャスラックマイルさせちゃう。ももこ一時期相談節にハマって、相談節に著作権はあるのかどうかで、あのパトカーサイレンが走ります。ジャスラック警察。そうそう、ジャスラック警察が来ちゃうんです。二人とも猫ちゃん似合ってていいね。なんかスタンプみたい。ピッタバネタ、ここひげ生やせるよね。ティッピーみたいじゃない、うん、頭になってるし。しおちゃんいつの間にかスタンプ猫ひげにしとるの。そうなんです、なんとこれ近くで見るとね、なびいてて可愛いんです。なびいてる。ほんとだ、顔可愛いからめっちゃ寄っちゃおう。見てなびいてない、この子は顔が可愛いから。やかましこめ、ありがとう。ってことでしょ。ってことことでしょ。なんか主婦の友社さんにね、あお互いしてほしいなみたいな。よろしくお願いします。さらに、あ、マルシェ購入選挙。うん、マルシェね、常設のマルシェがありまして、浴衣のやつしてたよね。浴衣の2021と2020のも実はね。嘘。ちょっと前のやつ見つけたんで、去年の浴衣もあるんで、ぜひ皆さんみんな見たいですね。ハニャ、ハニャ、タコ食う。タコいい。俺タコ食う。タコシンデレラ今るね。ももこタコシンデレラ結構ね、うん、ヒットワードだよ。あ、シオもヒットしたな。うん、あ、シオにもヒットしてる。タコシンデレラヒットするでしょ。やっぱりあの
プリスティーチャーで一番の見どころはタコシンデレ。タコシンデレをどこで繰り出すかどうかが私たちの中で、ね、そうだね、話題だったもんね。難しいんですか。でもどっかでどうにか入れたいっていう。あれしかもちゃんとアンサーできてるから、ね。いや、そうなのよ。全然楽しんでないとか言われた時に、うん、シーンはこれでも楽しんでる。隣でタコシンデレ、そんな状況だと思ってた。あれ、シーンの時さ、みんなハテナみたいな。シオリンを知ってるから人からすると、シオリンだったら言う発言じゃん。ちゃんと筋が通ってる。うん、筋が通ってる。筋が通ってることが大事だから。なんか伊藤聖子さんはなんか、多分何か思ってくれたけど、多分アクロさんとかは、ポカンみたいな。アクロまだ若いから。アクロまだ若いから。大御所いる。いや、大丈夫だし。大御所いる。怒られる。これだけはツイッターにかからない。まだ赤ちゃんですかね、アクロ。赤ね。赤浜です。あ、本当とかいっぱいありがとう。あち。で、まあ、あとなんか個人的に、うん、なんかリリーさんがなんか知り合いの知り合いみたいな感じで、うんうん、なんか意見をそのリリーさんが超えてたよっていうのを聞いたっていう経験があったんですけど、はいはい、なんかすごい良かったって言ってくれてたんだって。熱いし。リリコさんの言うことはいつも正しいって、うん、ラップしてたよ、誰かが。今思い出せないけど、リリコさんの言うことはいつも正しいって誰かがラップしてた。激戦で、フリースタイルじゃん、ダンジョン時代に。つまり、すごい。すごいの言い方。通り過ぎてもらえなかったやつ。暑い。今何パーなの？今？うん。34。何パー？12。いや少な。そうだろ。ミューチーは？わかんない。あんまり。あんまりまだやっぱり。あんまり何も思ってない。うん。この子は34だ。34っていうのがみんなにとっての何パーかは知らんよ。確かにね、己の尺度だからね。そう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 。やっぱだったら言いがちなこととかあるのか。何？足を見せる。いや、ももが足見せたら1秒で切ろう。これ入って。あ、切られまるよ、切られまるよ。まだ見ないで。まだ。いや、じゃあ、見せない。何の靴下かなって。前回は、前回もキキララかなのよくだったし、うん、キキララだったよ。じゃあ今回もキキララ。こんなに靴下か。寝るときに履く靴下はくるぶしソックスのサンリオなんです。寝るとき靴下履いてるの？いいじゃん。ねえ、そのスティッチみたいな顔してる。いいじゃん。履いたって。スティッチみたいな顔で言ってくるなんか。そう。よしよ、なんで？なんか脱がないとやだ派なのよ。知らなかった。って思うじゃん。私もずっとそうだった。え、何きっかけで変わったの？え、なんか、なんかそう、何かの落ち着くかもって思った。何かの推しに始まりそうな感じやめて。一度試してみて。しかもサンリオじゃないと効果がない。本当に。サンリオの靴下持ってないよ。これドンキで3枚1000円ぐらいで買えるの。ヤシマルのやつね。私はキキラと、あとあれ持ってます。アリスなら持ってるけど。マメオはじゃあ、キティちゃん、マイメロ、あと誰か。3人。誰か！のやつとか。そう。いや、キティ、キティ、キティ。ディズニーはたまたま持ってないけど、ディズニーも聞くと思う、多分。本当？うん。いや、末端も結構冷えますから、温めるっていうのは。でもなんかそこをさ、ほら、ゴムが、締めるじゃん。それもなんかあんま良くないみたいなさ、汗が逃げないみたいな。でもね、ゆるくて見て、アップついてなくない？そこまで伸ばしてから履くってこと？あのね、意外と緩めなんですよ。うん、これ皆さんおすすめしたいの。あ、すずちゃんいいか。皆さんもぜひ。待って、ハイチーズさ、てください。ハイチーズセブンなんだが。あ、そう、お姉ちゃんね、密かにね、シューリンっていうか、ミューチのとこにね、ポイントを送ってるって。見たことない。お姉ちゃん。お姉ちゃんは意外に。お姉ちゃんね。そう、お姉ちゃん。お姉ちゃん。お姉ちゃん、万文大好きだから。だから、アンドロマッキアさんと同じようにね、活動してくれてるんですよ。パパ活、アネ活。そう、アネ活。おみこし、ち、あ、見て。
誰からセブンが。お姉ちゃんからおみこしいただいたよーせーの、わっしゃい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 。ここに飽きてないんですけど。ありがとう、おみこし。あの、おみこしのいいところは、炎マークが上がるのよ、コメントで。そうなの？そう、コメント数がこの炎マークにバババって入れるから。いや、盛り上がってるーってなるほど。だから、今見に来たんだ。エール初心者の方に見られる可能性が上がるんですね。え、しよ、そのさ、炎は何なんだろうってずっと思ってたんだ。炎何なんだろう議論は結構ここでやったけど、盛り上がり度だ、ね。そう、コメント数。だから団体芸を増やすことをおすすめしてます。だってみんな何やる？あの、スタンプごとに反応決めとくといい。例えば、あの、草が来たらみんなで W とか、おみこしで来たらワッショイとかみんなで決めて。コメントするんだ。そう。なるほどね。マジで充電切れる、ももこ。今何時？草千九。やばいね。あと1時間か。うん、無理じゃん。ちょっと、位置移動しようかな、ももこだけ。これさ、これさしてさ、あ、ダメか。これがあるから。あ、大丈夫。あのね、ここにこれをずらせば。ちょっと試しにやってみて。多分、いけると思う。充電。あ、いけるわ。これ、から届かないかな。いいよ。ありがとう。おめぐみありがとうございます。センバーツ。来年は払います。縦読みのやつ来年。あ、ガチ恋ありがとうございます。そう、あのガチ恋のスタンプも女の子さんライブガチ恋部ってみんなで書いてもらう。女の子さんライブ。すごい、ありがとうみゆちゃん、すごい安定してます。よかった。ありがとう。みゆちのやばくない？部長。小石より、あ、しゃ部長。うちね、部活めっちゃ、あの、お前いつ中学っていうのもやってた。お前いつ中学ちょっとさ、何、お前何部みたいなことこの前言われたんだけど。お前いつ中っていうのが、あ、ガチくんありがとう。お前中？そう、お前中。あの、お前いつしか通ってない中学校で、ね、うん、お前いつ中の中にいろんな部活動がありまして、うん、あの、私たちはいろんな部活やってて、ももこ何部だっけ？その時だいたい酔っぱらって忘れてるんですよ。天心おみくじありがとう。わっしょい。わっしょい。ジョニーもぜひお前つ中に入学してください。かっこいい。ありがとうございます。うん、これが最後の生き残りだから。うん、マヨジャガの。にゃ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 。マヨジャガなのに。飲んでる。今日飲んでる人多いのかな。みんな飲んでます。でもこの時間飲んでる人多そう。何飲んでんの？何飲んでんの？何飲んでんの？ちょっと失礼します。うん。桃子がすっ転ぶ未来が見える。大丈夫今日は。レモンサワー飲んでます。うん。飲んでる。うん。桃子レモンサワーも。なんだ今の。ありがとう。ボドゲやりたいね。ね、ボイル。語彙の王様ってどんなやつ？語彙力足りてる？語彙力を競うアカデミックパーティーゲーム。3色のカードに書かれた言葉が示すテーマに あった？少ない言葉を見つけられるか。ありがたいですね。語彙力と発想の柔軟性が勝負を分ける頭脳ゲーム。これも死んだ。マジでちょっと。あ、わっしょい。誰だろう。このお箸まだ使う？あ、おみこしありがとう。あ、大丈夫です。これ捨てまで。あ、あるのか、それ。四角になってた。いただきます。どっちがいい？うん。あのさ、ルール的にはさ、あの、カタカナなしゲームがね。カタカナしの方がそうだね、すぐできる。そっちやってみるか。うん。こんなカタカナしやるよ。カタカナシアルなの。カタカナ語のお題をカタカナ語を使わずに説明し、みんなに当ててもらうゲームということで、みんなもね、参加できるかなと思います。あ、間違えた。これ違うの。塗料を2本持ってきたと思ったら1本だった。シアル足る。あ、これどうぞ。大丈夫。シアル、これ、あの、前回の。あ、ほんと、前回のあらすじあるんで。前回のあらすじ。前回までのあらすじあるんです。シチュー飲んでる。いいなぁ、シチュー。いいなぁ。はい。みんな大体ルール分かったかな？これさ、こういう風に書いてあって、で、こう山から取るじゃんね。そうすると、ここと、ここにね、数字が書いてあるの。いろいろ。はい、だからその数字の、
やつを読むわけ。だからもう無限に遊べちゃうっていうゲームでございます。ちょっと吐かないとしてます。説明の横で吐かない顔してる人。なんでだ。なんで横の人吐かない顔してる。しかもね、あの2秒持たないのよ。本気で言ってよね。カッカッカじゃないのよ。カッカッカじゃないの。ちょっと鼻水で。鼻水も出さないでください。私も鼻水出た。これ混ぜていいやつだよね。うんうん。では。そこでね、簡単なのに楽しい。とにかくカタカナ使っちゃダメな。横文字禁止なんだよね。そう。ヒントカードで、まあ、あの、お題がね、決まってきてっていうね、うん、見えてないところに説明します。全員で、アホになったら、小文字に気づかなくなってくるから。え、これどうする？ポイント、いいね、高いとこから落とさない。いいね。滝の容量が。滝の容量いいね。滝システムで。滝システム。こぼしよる、こぼしよる。いいね。溺れたなの。溺れたなの。ね、罰ゲーム何すぐ吐かない顔吐かない顔してる。あのスクショしていいよ。いいよ。スクショして、どうぞ。ポイント制だと、当てた人と、当ててもらった人にポイントが入るのかな？はい。うんうんうん。どっちも。そうだよね。で、カタカナ、横文字を使ってしまったら、そうなんですよ。あの他の画面の方からなんですけど、開かないかを見に来ました。見事に釣ってる。え、こっちの方が開かない顔してますけど。あ、もう開かない顔対決。何この配信。こっちは開かないよ。ひげ生えてるな。あ、切れてる。今のモーション見て。さまざまな儚いの解釈がね。悪い顔選手権ならぬ儚い顔。ももちゃんとこから来ました。気になっちゃってるよ、みんなもう。これどれどれ、しおりんはどうかな。みんなの儚いの解釈が。儚いの笑い方じゃない。確かに。儚ねえな。儚ねえな。はい、じゃあ、カタカナ押し。やるんだ。なんだっけ、ポイント制で、横文字を1個使うごとにマイナスポイントとなっております。ちょっとみんなに、ポイント数に関しては、ちょっとカウントしてもらってもいいですか？絶対こっちできないから。確かに。うん。もう任したい。よろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。では、早速ですが。じゃんけんします。そうね。勝った人から。うん。最初はグー、じゃんけんぽい。お、何やもこ。じゃあ時計回りかな。じゃあ、ももこいきます。はい。これ、で、ここ画面に見えてもいい？見えせないんじゃない？ あれか。あ、スリハーが読むだけ。これを読むだけだもんね。うん。この内側見せなければ大丈夫だ。うん。じゃあ、いきます。え、何やるんだっけ、しよう。何のこと言ってるか当てる。カタカナなしで、ここを説明するので。オッケー。ジェスチャーなしね、もも。ものすごい、うん、勢いがかかります。エンジン。踏みます。車に乗ったら踏みます。アクセル！世界！イエス。1ポイント覚えておいて。これ渡してったらいいんじゃない？あ、センキュー。当たった人に。違う？おー。試しにそうしてみる、システム上。でも、今のってモーにもポイント入ってる。あ、そうですか。あ、そうですかじゃない。じゃあもう考えてもらってね。じゃあ、1、1ね。くしゃ、あ、そうですか。1で覚えておいて。はい。しよう。カウントお願いします。しよう。引くんだからね。うん、で、ここの番号のやつがお題ですね。
え、これ、末広がりの最強ゲームなんだ。え、あの、電子機器で、パソコンに接続する、USB。ルーター。コネクタ。紙に何回も同じものを書いて、アップルペンシル機械。コピー機。惜しい。コピー。スキャナー。あ、4文字ぐらいのやつです。スキャン紙を印刷する機械。ファックス。印刷します。コピー機。惜しいんですけれども。スキャン、じゃないんだね。読み込むじゃなくて、どちらかというと、その、ああ、わかった、待って待って、あれでしょ？排出する。あれですよ、あれあれ。紙を排出するやつです、ね。なんだなんだ。シオンはもう、それ持ってますか？淡路町でやった私物を売買する、販売するイベント。イベント？プリント！あ、嘘！もうや、プリントって言いましたよ、今。あれ？イベント？なので、入るの見えちゃったから。イベントって言っちゃった。あ、イベントって言ってんな。カタカナはなしっつって。警察が来てる。一生懸命説明した。チョコにもじゃあしよう。これは、どっちにしろここに置いてます。ポイントはなし。私は1、据え置きで1です。ですね。111だね。車とかを入れてるところ、車庫の、扉をこう閉めるよね。ガレージ。シャッター。イェイ。にゃーん。にゃーん。じゃあ、引きます。車庫。車庫。感じ。殺人事件が起きます。サスペンス世界。おお。そうですね、そういう番組の中とかでも警察の刑事さんとかがそれをパトカー確かめに来る。あなたはこの時刻何をしている？アリバイ！はい、ピンポーン！イエーイ！アリバイです。アリバイってカタカナなの？ね、シオン初めて知ったな。あ、パチパチありがとう。戦っている相手、負けたくない相手。ライバル！ライバル！あ、負けました。悔しいよ、みんなは。ラがシオが早かったね。ラが早かった。じゃあ、ミン、そうですね、今。はい、怪獣。ゴジラ！ドラゴン。ゴルゴンゾーラ。ワニ。怪獣。モンスター！正解！おー！にゃー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 。8888。ワニかと。ゴルゴンゾーラ。チュッチュー。うん、チュッチュー。チュッチュだよ。よくない？回ってくる。そうですね、一時的に流行りました。で、甘い、タピオカ！に、似てるような、甘いに似てるような感じの、5文字なんですけど、四角くて、マカロン。四角くて、小さくて、ちょっと透明みたいな。ナタデココ。はい、ピンポーン。イェーイ！流行ったことあんの？流行ったらしいよ。ワニ？今。ああ。今ね、今。花が咲いたら、晴れた空に、羽を巻こう。ええ、ヨネズ原始。カタカナじゃない。なんだろう。レモン。レモン。なんでなの。なんで。スカートに。J-POP。なんでなの。子供たち。パプリカ。おい。それパプリカの歌詞か。違った。今さっきせかされたからすぐ一本見てる。違う違う。
ラにつけると美味しい。サルサソース。正解。ミニチュで。ソースといえばもうたくさんあります。サルサソースつけるのはたくさんあります。素敵ですな。美味しいかも。バナこれは。ちゃんとカウントしてください。あ、エビフライダメなのではって言われてる。あははは、桃子の負け。塩だけがポイント。いや、私、ね、私あ、間違えた、ごめん。ミーチだけがポイント。桃子の負け。桃子の負け。歯磨きをするときに歯ブラシ粉、あ、こうクリニカ、あれでしょ、歯磨き粉が、その、入ってる、あの状態。キューブ。キューバー。ありがとうございます。あの状態。あの状態。あの状態、つまりチューブ。第6ですね。はい。皆さん、適当にコメントしてくださいね。ポカンと見ててもいい。みんなも当ててみてくださいね。はい、ヒントにならない程度にね。うん、リアクションだけお願いします。ヒントにならない程度です。そう。答えはもちろんダメです。はい。はい。最近私たちも出しました。アルバム！正解！一緒だったね、これ。これは、一日でいいですか？一日で。じゃあ、7でしよう。今。7。待って、ちゃんと桃子の人でカウントしてる人いる？桃子の人、ぼーっとしてる。ぼーっとしてる可能性ある。今何ポイント正解したかちょっと数えてみて。出題した人も、当てられたな、ね、もらえるんだよね、1ポイント。よろしく。これは難しいです。お、皆さんの家にも、2人の家にはあります。インターホン。お料理するときに、コンロ、キッチン、使います。フライパン、火を使う、火が出るシステム。コン、ガス、ガス。めっちゃ惜しい。これ出るかな？いや、グリル。火は使うんですけど、火は何からつくのでしょう。ガス。ボンベ。ガスコンロ。これ、多分ね、出ないと言い方がちょっと特殊かも。聞いたことない言い方でしょ。パスしよう。聞いたことない。おう、パス。バニーシャンマイベント達成。あ、これはね、美味しいですよ。あれ、キッチンは、キッチンは塩が言った。キッチンじゃないです、答え。じゃ、キッチンはカタカナではっていう、今。あ、まあでも、私も当てられてもらってないんで、00で。なんだ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 、だよね、だよね。火が出るシステムがアウトなので。システムもでも当てられてないんで、結局。0ですね。一番実際そうなんで、失礼いたします。こちらはですね、薄い、お肉を、薄い小麦粉の皮膜の上に、お肉を細かく煮詰めたもの、その上にさらに薄い小麦粉、その上にさらに細かく砕いたお肉、その上にさらに、ラザニア！世界！うわー、ラザニア！あ、違った。あれ？次、キッチンって言いました。すいません。トイレではない。これ難しいまるな。何か、何系統かというと、コーヒー。うん、コーヒーは漢字であるんで。確かに。コーヒー系ですね。で、カフェオレ。とかいっぱい言ってたら当たるかもしれないんですけど。フラペチーノ。あ、後半が惜しい。後半が惜しい。フラッペ。モカチーノ。あ、後半合ってる。後半合ってる。なんだっけ。フラッペ。5文字ですね。伸ばし棒を入れると。フラッペチーノじゃなくて。コプチーノ。はい、ピンポーン！あと少し。私は成長を待って。はい。8ですね。はい。お菓子で、なんか、縦、横ってこう。サシャ！なってて、小麦粉でなってて、小麦粉系の。バンズル！あ、正解！縦、横。形は似てたね、サシャも。サシャ！
確かに、立て立てよ。こんな感じじゃない。そっしゃ、感じか。じゃあ、ももこいきます。積み、あ、違うな。並べていきます。並べていって倒れたら負けです。チェーンが！え？並べ、並べない？あの、ダルマ落とし。ドミノ。ドミノ正解よ。ドミノ、ダルマ落とし。日本語めちゃくちゃ。強い。はい。あ、10ですね。持ち抜きは何ポイント？え、ももくのカウントしてる人いますか？みんな寝てるのでは。ちょっと、ちょっと。クリスマス鈴が鳴るの前。ルンルンルン、ルンルンルン、鈴が鳴る。ジンジャーベル！はい、ピンポン。出てこないです。ルンルンルンしかならない。ジンジャーベル！待って、モモコのやつカウントしてる人いないかもしれない。はい。どうでしょう？誰か。こっちでカウントしてる人いますか？全体を。あの、チーズしっかりしてる人。途中まで3人ともカウントしてくれてる方いらっしゃったんです。全員一気に消えた？シュア今11だよ。みんなは途中まで、ミユ何、モモ何、シオ何ってカウントしてくれくださってる方がいたんですけど、軍団にも。もしかして途中でやめられたかもしれない。いろいろな事情で。お手洗いだって。すいません、飲んでます。無理でしたじゃないのよ。もうダメになっちゃったんじゃん。じゃあ、あ、もうほんと最後、ここからの5回で勝った人が勝ちにして。じゃあ、ここから数えて、みんな。ここから数えて、誰か数えて、ここからモモ子だけ見てて、あの、それぞれのことちゃんとカウントしてもらえばいい、ね。倍のことだけで大丈夫。ももこのことだけカウントしてください。シオのも。もものルールのせいだって。にゃーん。じゃあリセットして今から常にってことね。これの、つまりは当ててもらった数が、二人ともに当ててもらっても1ポイントだよね。1です。え、そう。じゃあ当ててもらって1ポイント、当てて1ポイント。うん。そういうこと。じゃあ、一回の回答も、出題も常に1ポイントずつしか増えない。1ポイント。うん。2ポイントもいることはないです。ただ、マイナスポイントは何個でもあります。スタート1009。マイナスになる。マイナスは、横文字使ったら、使った分だけ、うん、引かれるんだ。うん、じゃあ、常に、あの、ここにポイント数出し続けてもらって、じゃあ、今からスタートで。さっきよいですか？ 2 個、減点になります。はにゃーん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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。酒の杯数はカウントしなくていいのよ。いや、みんなの名前、カチン。じゃあ、イエイ。やっとくか。じゃあ、皆さん、ここからですからね。やっとくか。ジミニはいつの時代も、最高のアイドル！わお手慣れた。カチン！イエイ！ありがとう！こんなちょっとしかないなのけど。もものだけでいいです。あの、それぞれの、あの、オタクの皆さん。オタクの。それぞれの画面でカウントしてください。あ、乾杯してくれる。乾杯してくれる。うん。うん。ルクちゃん、イベント出す。ありがとう。あ、キューピーありがとう。じゃあ、誰かな、誰かな。じゃんけんでもする、うん、いいよ。その人から時計回りね。最初はグー、じゃけっぽい。おー。やっぱじゃんけん強いよね。行きます。え、まだパン出してない。心理戦の話したの。すっかり忘れてるから。癖だね。癖で出して。はい。はい。ゆずとかが吹いてたり。え？吹く？吹いてたり。なんかこう、吹く？黄昏れてる時にこう吹いて。風？風！トランペット！ユズさん、続いてユズ。あ、カタカナだった。こっちは、こっちはカタカナだよね。答えだからね。風とか言ってた。風ないから。カタカナね。トランペットとかの類の。ハーモニカ。あ、せい。せいせい。本当に？はい。すごっ。よいちょ。そっちのゆずですか。あ、そうですね。甘夏じゃない。私も完全にさ、甘夏だと思ったよね。ポンちゃんが今トランペット吹いてるとこ想像したもん。だから笑っちゃった。なるほどね。あ、この長い長いね。甘夏かと思ったよね。じゃあ、ももっこか。時計回りとかしよう。しようね。生き方何？はい、これは、私たち。三人にはあるものだと思います。ハート。
ポテンシャル。あるね。あるね。なんだよ。プライド。一人だと、プライド。一人だと、できないものです。一人じゃできない。チームワーク。はい、ピンポン。おぉ、すごくない？マジですごい。チームワークです。意外といいな。はい、チームいいですか？今ポイント、2ポイントですね。そういう単語もありね。チームとワーク重ねるプライド。恥ずかしいこといっぱい。あるある。なんていうのかな、今人気の、若者に人気のある動画。TikTok！ 動画が上がる。バズる！アップロード！上がる仕事。動画を上げる仕事です。動画を上げる仕事。よいしょ。自分が有名人です。登録者数が100万人いるお仕事です。インスタグラマー。ね、嘘でしょ。YouTube、登録者数だよ。YouTuber。正解。YouTuber。言ったんですけど、じゃあ、しおりすみません。申し訳。YouTuber だって。申し訳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 。そうですね。補助する人いるよね。サポーター、イエーイ同時です。ちょっとこのタイミングで謎だけど、ツイッターにシェアしていい？急じゃん、本当に。あと30分しか見れないの、ね、あと30分っていうのどう？あと、ちょっと30分です。あと。早いね。ね。楽しい。あっちゅうまだな。早いね、みんな。オッケー。同時得点？当ててもらった人と当てた人がどっちも得点になります。ハートセンキュー。通知来ました。よかったな。ありがとう。YouTuber は塩のポイントでした。はい、かしこまりました。センキュー、YouTuber。で、私が終わったよね。サポーターだったよね。サポーターを。で、全員1ポイントずつ。はい。OK。じゃあ次しようかな。あ、これはですね、丘を楽しげに歩く。ハイキング。なんでわかるの？すごーすごすぎ。丘を楽しげに歩くのイメージあるよね。シオンプラス1ポイントでお願いします。やっぱ仲だったんで、丘を楽しげに歩くこともあったね。これはですね、なんて言ったかな、偶像。アイドルじゃなくて、固形物でできた。フィギュア。世界。にぃー、すごい。にぃー、早っ。待って、あと30分でね、なんとか80万ポイントいきたいなぁ。じゃあ、しおも。にゃーん。じゃあ、しおもじゃないの。じゃあ、しおも。にゃーん。これ、私出していいの？出さない？あ、いいよ。公園とかにあって、登ったりとか。滑り台！ブランコ！ジャングルジム！滑り台！すごい音量で言ってくる。ちょっと怖いねんな。アスレチック。いえ。滑り台が違った。キミキミ。ジャングルジム！しかも、1個目が全然違うんだよね。滑り台！ジャングルジャングル、カタカナついてんの。そういう。カタカナミックスみたいな。滑り台はマジでカタカナじゃない。公演の曲ができた際はそれお願いします。メイちゃん好きママ子。うん、しよう。しようですね。ちょっとしようなの。滑り台こにゃこにゃ。はい。今やってるやつゲーム。
ピンポン。デザイン。はいよ。これがはいよってこと。はいよ。みんな一プラスで。わかった、ね。うるせえ早くしろ。はい。すみません。いきます。いろんな資料を挟みます。ファイル。マインダー。正解です。私です。マインダーじゃないの。マインダーじゃないなの？マインダーじゃないなの。泡。あ、よくそれの上歩いてる。硬いよね。道路アスファルト惜しいよね。コンクリートイエイイエイマジかプラス1で。次しよう。これはですね。うん。これはですね。スパッツスパッツスパッツ捨ててこうシーソーそのよくあるそのズボンの素材ジーンズ素材ポリエステル生地の種類ズボンの生地の種類ダメージジーンズ教えましょうあのズボンってカタカナですかあパンツじゃなければいいやと思ってたんですけど感じないですよね、全然そうねあ、カタカナ語な、英語なしやってカタカナ足なんだにゃんにゃん猫にゃんにゃん猫にゃんにゃん猫じゃああ、ごめんなさいね、ズボンというああ警察が来てる警察がすぐ来るこの素材でいろいろな衣服が作られています。え、カタカナっしょ？ポリエステル！言うた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 。くぅーだからよく使われてるんだって、それに。ジーンズ。惜しい！ジーパン。3文字。3文字？サテン。あー。パスもいいですね。ん？パスもできる。パスしろって言ってるなんかもっと説明できないあの、うん、筆入れもこれで作られてたりしました筆入れとかあとはプラスチック私たちの衣装ではないない今までにはないビニールあったよねあったよねあったビニールと呼ばれてるやつがあるわ3文字シルク違うか働く細胞私も思ったけど思うんだよね漢字やから働くあのイメージねうんはいこれカタカナですねカタカナだナムナムナムもうダメだ喋るともうダメだシャベル喋るじゃないし喋るともうダメだ喋るともうダメだだからなだからなだからあのじゃあなんていうのこれボンタン履く履く長いず長ズボンスパンやつとかでよく使われてる生地よパジャマ、あ、色が紺色みたいな紺色紺色デニムはいはデニムか無で終わるがこれヒントだったねヒントしてるのヒントデニムえズボンって日本語じゃないんだね確かにカタカナだねパンツを避けてそれ言ったらダメだったこれで結構難問だったね長い、うん、長い履くやつなんていうの履き物長い長めの履き物長めの履き物わかりましたじゃあ行くよ、うん、えズボン日本語だったよっていうコメントこれは無理よこれは無理本当にやれるよ美味しい牛肉どうするかな国産牛いや、もっと手法です。え？リブロース
お調理した後の牛肉です。言うたら、何々牛っていう英語の料理があると思う。ローストビーフみたいなことです。え？それ以外の牛を考えていただければ。近いものではジャガイモがあります。同じ名字を背負ったジャガイモがあります。つぶした、つぶしたジャガイモ、つぶした。ハッシュドハッシュドー、おー、これはどっち？私がノロノロ言うから。追いつかれてしまった、ゴミが。ハッシュドー追いつかれた。こんなことあるか、どっち？こんなことあるんか。ラチホロセキュー。じゃあ、二人とも2ポイントずつ。やった！ 2 ポイントずつくれたけどね。2ポイントずつあげます。1ポイントずつな。2ポイントとは。3種類野菜が入ってて、冷凍できるやつで。私は。めっちゃ滑ってたみたい！そう！もう、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 ぐっそーガッカッカじゃないのよ。チーキャッチボール。え、正解なんだよね。絶対ビールだよ。正解なんだよね。絶対ビールじゃないでしょ。マジかよ。親子。ももじゃないよ。怖いんだから。じゃあ、ももこ引きます。その場合、息子、どっちが、ね、そこまでは言ってないよ。深く追求しないように。そこまで言ってないの。いきます。あ、これは世界とつながります。メタバース。センキュー。ん？惜しい。世界と。世界。インターが必要だった。惜しかったですね。あ、今、まるでした。惜しい。パパ活ありがとう。あ、80何かを読み込む。ダウンロード。いや、ダウンロード違うか。スキャン。コピペ。なんかのこう、なんて言うんだろう。リーディング。取り入れるこういう機械にさ。インストール。いえ。にゃーん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 。すごい悔しがってんだから。魔王さんが、お父さん、お父さん、怖い、怖い、怖い、これはちょっとごめん、うちのネタなんで、ごめんなさい、ここの配信のネタで。すいません、うちのネタやってもらっていいですか？お父さん、お父さん、怖い、怖い、いや、すごい、こっちのネタなんで、ごめんなさい、忘れてもらって。可愛いこと思い出して。怖いなの。可愛いこと思い出して。可愛いこと思い出して。みんな、今すぐ、可愛いこと思い出すなの。マメオはね、可愛いことが大好き。お父さん、怖い怖い。怖いメロが、今、悪夢。悪夢。あ、ハイチズが来てる。グラス。邪魔が入ります。グラスが入ってる。マイメロ似すぎーって。次しよう。マーメロが、じゃあ、マーメロが引いていいってわけ？いいよー。じゃあ、クロムちゃん。クロムちゃん、何？ステージと同じ顔してる。何よ？そんな顔じゃなくて言って。マイメロ。マイメロ。すげえ。クロムちゃん、じゃあマーメロが引くね。次は、お。なんか今カタカナだったよ。ボーン。カタカナだったよね。ボーン to be アイドル。ボー。玉を。玉。ボーリングよ。ボーリングよ、それは。ルー言ってないからセーフよ、今のは。でも、二人同士今ボーリングって言ったよ。玉を。ボーリング。蹴る。競技にて。ボール。ボール。なんでボール球を
を蹴る競技にて、パス、フィールド、コート、ゴール、得点、ゴールできる、得点する方法、ストライク、得点するには、ゴール、そこに、ポーン、にょんにょん、違った、ごめん。何やねん。違った、めちゃめちゃ怒ってる。怒ってる。違う、そこに向いてからいいよ。そこに、はぁ、こっちに、こっそこに、得点するための方法。いや、あれ、ストライクみたいな人でしょ。蹴る。蹴った。球を蹴る。ボーリング。あれしょ。球を蹴る、ボーリング。球を蹴る、いけーあれでしょ、なんだっけ、出ない出ない出ない。あれでしょ、あれ。シュートピンポーン、シュートなし。すごいわ。はい、すごいわ。強い。勝てねえわ、これは。いくよ。これはですね、とある面で球を打ちます。面？うん。面で球を打ちます。卓球面で球を打つ広場の話です。コート。つまり面で球を打つ広場、つまりもうそのまま言って。グランド。あ、違う。そのまま言って。テニスコート。正解。ラブー。読み込むよね。スキャナー。ダウンロード。ロード。インストール。惜しいんだけど、ね。インストール。最初惜しかったんだけどね。ダウンロード。ちょっとな、他には。読み込む、元々の、その書いてある文章とかを挟んで。スキャン。にゃんにゃんにこ、にゃんにゃんにこにこ。シュウがスキャナーって言ったんだよな。にゃんにゃんにこ。ググ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 ごめんね。クロムちゃん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 の前に、すごい酔っ払ったももこいてくる。悪手悪な。クロムちゃん。あと20分ないくらいで、マイイベント終わっちゃいます、ね。終わっちゃうので、皆さんよかったら、忘れ物のないように。忘れ物のないように、そのこと。マイイベント達成してくださいね。はわ。早まるな。お口、前ベタセおめでとう、ありがとう。かわいい、センキュー。ありがとう。今日はパーティーなの。まあ、でもこんな感じでね、引き続き、楽しんでまいりますので。ハート、センキュー。で、シューマイ、冷凍のシューマイ買ってきたっけ、後でやろう。やる。あと、ポップコーンも持ってきたよ。ポップコーン、センキュー。あと、この前、私が配信で食べてたのなんて、これがさ、結構日本酒に合っていいからさ、なんそれ持ってきたんや。くじやん？うん。塩好きそうだよ。酒の叫びだし。酒の叫びだし。何それ？酒の叫びだし？酒で浸したのを酒と一緒に。って何？しおちゃん、ジルのリップ何本ですか？ジルはね、これね、保湿のやつなのよ。01。だ、食べてみんしゃい。なにこれ、一個取ってみて。まあ、ポケットみたいな感じなの。もともとは何なのこれ、鮭？うん、これがね、結構柔らかくて美味しいんですよ。日本酒に合うので。日本酒に合う。始めたばかりのタグジーが遊びに来てるんだけど、本当始めるの遅いなのな。始めたばかりのユズポンも来てますね。ユズポン、うん、ジミニーおめでとうって言ってる。甘夏。甘夏さんですか。
アマナスさん、あなたの前面は今手を洗っているところよ。え、アマナツユズって、あの、アマナツが来てるってよ。ニコニコしてる、ニコニコしてる。可愛い子。そうだよ。あの、え、アマナツユズって誰？トランペットだよね。ほら、トランペットだよ。ヌッシも食べる。これ日本酒に合うから。ありがとう。え、アマナツユズってあの、笑顔がとびきり可愛くて。そうそう、もうすぐ生誕を控えてる。生誕を控えてて、あの、優しくね、カメイコの話してる。あ、ハーモニカ吹かない方のユズ。それはごめん。あの、さっきね、カタカナ足ゲームっていうのやっててね。ポン。ももこだよ。ポンじゃないの。付き合ってるよね、うちら。ユズが今どこにいるかわかんないの、ね、ポンちゃん付き合ってるよね、ユズ。シオのことも見てほしいなの。やだ、ももこものことも見て。ももこたち付き合ってるよね。付き合ってない。付き合ってるの？付き合ってない。いや、付き合ってる。こっちは重い彼女だからね、ユズ言って。付き合ってるよね、うちら。え、もも今何パー？ん？ 21。あれ？下がった、うん、下がってるな。今、トイレ行ってから。せっかく濁してたのに。うん、解釈になるから。お花畑だから。何パー？何とも思ってない。ゼロ。うん。何とも思ってないかも、今。楽しいけど。ゆうたもも楽しいけど、ゼロ。これめちゃくちゃ美味しいね。これめちゃくちゃ美味しいよね。政治の話してって言ったらできるよ。しなくてもしないけど。一生しないけど。しませんしよ、もう。なぜなら、アイドルなので。よいちょー。これ新潟サッカーの話も野球の話もしないけど。いや、水だよ。水を飲みなさいって言ってた。あんた。水なんだけど。それは普通の。本当に水なんだ。それでいいのよ。日本酒に合うって言われて、それ渡されてね。日本酒に合うからって言ったら日本酒かと思うじゃん。女の子も日本酒お願いいたします。そう、水を飲んだ人からもらえるのよ。にゃ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 。ね、ポンどこいんの？ゆずは、あの、ちょっと、ももこの圧が強すぎて走って逃げました。ポン隠れないで、ね、出ておいで。ポンちゃんポン。ポン。おいで。ゆずかって忙しいね、もうすぐ3生誕もあってさ。それはそう。今日だって、皆さん見ました？配信のチケットの告知が出ました。VIP とね、あの、通常の方あるんです。通常なんと1500円。ありがてえ。ビップの方も、ユズの弾き語り動画がついてきてるとか。メロメロメロンですね。こういうもちもちのユズが届いたりとか。もちもちのやつメタン。おもちユズ。ジェミニセーターマンが来てますよ。ジェミニセーターマンってことです。今、なんと、あ、増えた !8 秒に1人似てるんです、絶好調ありがとうございます。メロメロメロン。ジミニセーターマン。あ、やる気？楽天あんた、やる気？あんたやる気？あんたやる気？付き合ってくる。付き合う。あ、生姜。ピップ言ってる人いる。偉いぞ。楽しんでな。コラボもあるかもしれんよな。コラボもあるよ。せっかくのツーマンやけんなって、ロマモンとバンモンがね、ついに。ロマモン。で、半分。バンボンのメンバーおるしね。そうですよ。言ったら。言うたら。ももこと本出っ放しですからね。ほんとだね。で、ももはその日から復活だから、そうなの。もう皆さん待望のブラッシュ。待望のブラッシュ。ももちゃん復活まーす。おかげさまで、ももちゃん復活が今、すごいことになってるんです。うむ、今なんと、あ、増えた。8秒に1人、復活してるんです。絶好調、うー、ももちゃん復活まーす。ありがとうございます。どうでしょうか？復活しているの。ありがとうございます。8秒の1人。復活してるんです。ありがとうございます。皆さん、よろしくお願いします。ジェミニゲイ。ジェミニゲイは本当にそう。配信はどなたでもね、ゲロのでいっぱい見てほしいです。見てんの？よろしくお願いします。ゆずが考えたセットリストだよ。そう。当日は10日だよね。はい。10日です。10日ですので。うん、9月10日です。9月10日なんで。10日という言い方でちょっと癖はありました。10日。あの、10日の10日の話ね。しおりん、テンション高い。はい、センキュー。はい、ありがとうございます。はい、いつも。しおりんがテンションを低いときはさ、他が悪いと思う。しおりんはいつもね、テンション高くいてくれてて、みんな面白く楽しく過ごせてるわけ。見えちゃいましたけど。俺たちはいつも、あげです。俺たちはいつもなんだっけこれ、ジェミニ、あれ
ジェミニーはいつもおいしいもん。あげーってこと？最高のアイドル。うーわー。KPKP。ありがとう、今まで。KP、今までありがとう。お別れ？そしてこれからの人生もよろしくな。今日、しおりんがね、聞いてみち。なるほど。なんか、ももことしおりんがスタジオ最後まで残ってたんや。帰る時間がね、こうやってお迎えるから、一番楽だったから。うん、あと、ドンキ行こうとか言ってたから。うん、最後ちゃんだけど、スタッフさんたちに、今までのデスありがとうございましたみたいなこと言ってなかった？あ、そう、ありがとうございましたって言って、今後の人生もよろしくお願いしますって言って。重いよ。今後の人生、みんなね、ありがとうございましたみたいな、来週もお願いしますってな、感じじゃん。今後の人生もよろしくお願いしますでで、ももこがそれに便乗して死ぬまでよろしくお願いしますな、重い。ももこなんか笑ったんだけど。重いの3文字で、重い、締めくくされて。俺たちよ、最後さ。最後重かったりが残って、でも、私思いがち。ももこはね、影響決定やって、みんなまんざらでもなさそうだったから。じゃあよかったよ。スタッフさんのみんなまんざらでもなさそうだったから、重くてよかったと思って。え？みたいなね。そう。え？みたいな。お前ら、朝倉でやってるんだったから、あ、よかった。じゃあよかったね。人生かかってるからね、やっぱね。確かに。うん、俺たち生きてる。人生よ。じゃあしよう。ちょっと、アザラシ。おや何アザラシ。アザラシ何アザラシ積んで決まる。オッケーアザラシ生えてるのか。またやんちゃんちゃん。またいつか。たた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 にゃんにゃんにゃん。なな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 。ちょっと待って、ももこ言うたらさ。うん、ランキング発表するわ。ごめんごめん。早めやけどね。ランキングっていうか、1万超えてる人を読みます。待って。いきます。ミノー品。上条。オルチ。え？シカオ。何の話？ここですよ。え？リオン。ありがとう。1万ポイント超えてる人をお呼びしました。ありがとうね。何の話？ねね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 ね一つ言っていいですか、大桃子、サンライズ、チアンから。うん。あと1万5千ポイントで80万ポイントいくんです。にゃんにゃんいろいろ来てる。とにかく、あと1万5千ポイント欲しいので、あ、おしょーありがとうそしてからのおしょかろおしょかるのおみくしもいただいてよ。わっしゅ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 ありがとうわっしゅわっしゅ皆さん。じゃあ見てるか。バイブスがまだ、まだもう、ね、この2時間で普通ではありえないぐらいのバイブスをみんな使ってくれたと思うんですよ。普段ありえないぐらいのバイブス使ってたと思うんですけど、余力があればよければ、無料ポイントでもいいですし、もう、なんでもいいので、ポイント送ってくださって、総合ポイントをね、80万出してくれたらね、威圧感があるのね、よろしくお願いします。チャラ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 。みんなありがとうすごいみんなありがとう好きチュル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 チ三人全員リオちゃんかな別々のマイイベントやっております。みんなね、3人が一緒に映った動画がね、全部入ってるんですけど、ママの場合は、にゃんはわの TikTok を撮ってます。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫。にゃん猫を撮って。頑張った。よいちゃん、ありがとう。全然できてない。そう、全然わからんけど、やったね。あれね、みーちーのは何やったの？あ、みゆから始まるリズムに合わせて。誰かがポンコツのやつを。ちょっと合わせてやってみて。見てみてください。ぜひ、三人とものマイベントが三者三様だったからね。しゅうのはね、みんなにリクエストしたのが、ジェミニっぽい茶番やりたいって言って、うん、なんか、やかまし動画欲しかったんです。ノープランでやったら、ああいうことになりました。マジの一発撮りじゃない？まさか、あんな、
あの可愛いやつ本当は横につけるのになんか塩の間違って縦につけられると思ってなかったの。あの方がいいと思う。一国の姫が。そう、一国も争う事態です。あの姫が。再生してください、恋しよう。みんな見てください。私は TikTok、今流行りのね、にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫、こんな美女がいい3人でやった日には流行りですよ。顔が可愛いで、アイドル界でも有名のね、この3人でやったにゃんにゃん猫を見てください。にゃんにゃん猫。何がいいかって顔が可愛いです。見てください。コンプリートしてもいいよね。コンプリートおすすめですよね。コンプリート。あ、わかる。わかるっしょ。これちなみに、まあ、そりゃそうなんだけど、ツイッターとかには上がらないので。上がらないね。もちろん上がりません。このマイベントでしかゲットできない。いや、ゆきのちゃんマイベント、センキュー。ありがとう。コンプしてきましたって。おー、ありがとう。じゃ全員の、もう。コメント見てくれたんだの。いや今日はね、コンプ勢多くてありがたい、よかった、嬉しい。ようちゃん、センキュー、マイベント。もう、水飲んでないじゃん。飲んじゃう。だって、お酒もっと飲みたいもん。いいでしょ。なんかごめんね。水飲まないといい子じゃないってこと。そんな水飲まないのになんかごめんね。もうこう水飲んで帰らないのって。ずるい。ずるいなの。ミーチーの骨かっこいい。ずるいなの。ミーチーの骨濃い。あ、顔も好きだよ、もちろん。塩いい子ですけど。誰か見てんでしょ。ごくに。ジャニーズの誰か似てんだって。インパクターズのセンターに似てる。でもよっぽどじゃない？それやっぱ私メンズだったら結構モテてたかもしれない。あ、やっぱ見つる見つる。あの、モノコはもうそれないんですけど、ちょっとさすがにやるよ、それは。だって顔がいいのもん。皆さんご覧ください。顔がいい。でもちなみに私、あの、コイくんも、三つぶ。だって顔がいいんだもん。あの、ずるいの。この二人のダンスは本当にずるい。ももくんの性癖を直でつい、突き詰めてる。じゃあ、コイくんには、どういうアプローチされたい？困るコイくんはでも、なんか、なんやかんや、ちょっとつるんでそうじゃん、もちづきくんと。だけど、もちづきくんの方が結構チャラいから、お前そういうのやめろよって言ってそう。え、マジで困るじゃん、そんなの。ももとポン、身動き取れないよ。それはそうかも。二人とも二人とも好きだし、どうしたいのってなってる。少女漫画みたいだね。そう、そう。二人みたいな。そうなの。しかもここは親友じゃん。どうしたらいいの困るわ。私、どうしたらいいのっていうこと。そう。まだ暇イベント達成戦、キュー。なんか変だよ、そこに書いてよ、僕が見つけたいけど、けど、けど、あ、警察が来て。肘。警察来た。警察が来てる。アップル大好きのイベントも、あともうちょっとで、ね、20、80何ポイントだった？え、シオ何ポイントですか？何ポイントですか？何ポイントだった？モモコ何ポイントだった？終わってる人。シオは？あ、15だって。モモコ何ポイントでしたか？カタカナーシ。モモ11だって！あ !10 です。やったー！どうすかい、どうすかい！え、じゃあ優勝ミーチで最下位モモ？え、シオもずっと中くらいなんですけど。なんでか。一生中くらいなんですけど、どういうことでしょうか？ヤオンの時も2位だった。カミュー。確かに。あにゃーにゃー。ありがとうございます。じゃあもう一回だけなんかやる？やりたい。メニュー。あと3分で12時ですから、マイベント欲しい方は、余ってて終わっちゃう、ね、回ってください、この3人のマイベント。全員違うので。終わっちゃうよ。なっちゃうよ。まずは君の捕まえるねんねんタオルねんあらいざわいかんかじるねんどうですかあの女どうですかどうですかママじゃなくちゃうにいらっしゃんなー消してあげるしぬじぱ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 なんで、ももこのやつは TikTok が、あの、マイベです。よろしくお願いします。どうか、よろしくお願いします。
今見始めたっていう方がいる。あ、あと3分ぐらいだよ、じゃあ。こっちまでよ。全員の前面で出せしていい？こっちにもアピールしよう。ふにゃん。ガチガチされる。最後じゃあ何やる？最後。何がいい？カニカマあるよ。しりとりする。しりとり提案してる人いる。カニカマ食べようかな。うん、最後しりとりとかどう？いいですよ。山手線ゲームとか。うん、山手線ゲームってなんだっけ？山手線ゲーム。ねえ、何々の言葉、点、点、何々じゃん。共通のやつです。はい、チーズ。あ、そうそう。出たね。今から見た人も分かるやつ適当にやるってなんだ。いいよ。何がある？なんだ、しりとりとか山手線ゲームとか、あと何がある？から始まるとかね。あ、から始まる。から始まる。私の動画でやったのの、チュートリアル。自分でやるじゃん。自分で言うけど。嘘嘘、やめましょう。違うでしょ。違うでしょ。自分で言うのがこの人。違うでしょ。シオリンは、ダメだよね。シオ4とか自分で。自分で永遠にループしてる時ありましたけど。やめましょう。やめましょう。忘れましょう。それ見たい人はマイベントの方で見てもらって。それで見れるから、それぜひ見てください。見てください。じゃあ、山手線ゲームで、いいよ。僕仲良しで行った旅。え？え、無理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 。どういうことどういうこと？で、回ってる場所。地図ダメ、地図ダメ、地図ダメ、地図ダメ。でもさ、待って。うわぁ、なんでだか、だからってこいよとか言ってんじゃん。まだ行ったことないとこ言ったら怒られるってことでしょ。その、今回回るとこはいいんじゃない？いいね、うん。まあ、絶対まあ行かないとこもあるじゃん、まあ、言うたら。いいよ。いいですよ。じゃあ、じゃんけんで誰から始めるかゲームや。じゃあ、本当に重要だから。大事だね。大事だね。じゃんけんぱい。はい、勝ってる。はい、勝った。じゃんけんぱい。あいこでしょ。勝ってる今、パー出したからな。だから勝ったのかも。女子マイベント選挙。じゃあ、塩から始まる？イエーイ！僕の返してきたみ！イエーイ！札幌。福岡。福岡。熊本。千葉。横浜。柏。これ分かる？埼玉。札幌。函館。大阪。やっべー！千葉。いや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 ケケピピケピピピピピ。はい、センキュー。始めたばかりのヒロよかったら、フォローしてください。水だし。ケピ水かい水これ。むせてる。とは見えないでしょ。これ水なんですよ。これ、もう一個もらっていいですか？お願いします。むせてる水だ。今ね、水だと思って飲まないと逆に良くない。ありがとうございます。今日は水飲んだのこれ。飲んだよね。飲んでないよ、この人。はにゃ？ルールを破りました。この後、ね、水を2リットル飲んでもらいます。2リットル多くね。つらまるな。はにゃ！みんなのお金で元気いっぱいですし。みんなの歌です。みんなの歌です。みんなの歌です。はにゃはにゃ。あー !80 万ポイント。ありがとうございます。シュあと5000ポイントで80万ポイントなんだ。やっちゃおう。ももくんが変な顔してあげようか。そしたら、行く？ん？煽りに行ってる。大丈夫ぞ。大丈夫ぞ。こっちよ。大丈夫ぞ。あの、TikTok では、大丈夫ぞっていう女子は、効果として嬉しい。そうなんだ。だからごめんね、なんか。何やもんね。大丈夫ぞ。ねえ。消し取りに行くから。じゃあまあ、ももこのことは忘れてさ。全部消し取って決まるな。ももこのこと忘れて5000ポイント。入れたって。よろしくお願いします。あ、ケーキ誰か来てる。8時も食べてありがとう。なんだっけ、なんとかないって。きらい大ありがとうございます。なんて歌ったんですか、大体って。こんな
あ、ももこ最近さ、間違い、やりたいゲームがあって探しのじゃない、違う違う違う、歌、歌え、歌え、歌えてしてる。3人でやるにはちょうどいいゲーム。で、ももが鬼だったとするじゃん。これね。歌、歌え、歌、歌え。モーニング娘って言われたら、モーニング娘の曲を10秒してくれたら。じゃんこくん。いや、違う、もう一個。無視してる。あ、ねえ。80万、かっこ、イケボが来てる。イェーイ。で、じゃあ、シオが次、歌、歌え、歌、歌えって言ってて、やっぱじゃあ、コーダクミとかって誰かに。コーダクミ。で、順番は関係ないの。誰に何振ってんの？あ、じゃあ、歌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 、そう、誰にやり返してもいいし、これしよう。計算していい。距離じゃないしよう。10秒って結構長いよね、しかも。10秒間歌うってこと？まあ、10秒ぐらい。あの、ワンフレーズ。そう、ワンフレーズ。え？やっぱ、歌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 、お疲れすら愛し合う、二人まで。愛し合う。あ、愛し合う。あ、愛するとこが最初だよ。じゃあ、みっちーからどうぞ。なんだっけ？歌歌え、歌歌え。ルナシー。わからない。わからない。ルナシーだよね。なぜルシー好き？わかんないじゃん。待って、もっと言わなきゃ。あるじゃん。ルナシー、待って待って待って。え、みんな知ってもらう？ルナシーのこと。絶対知ってるのよ。まあ、because I love you! 歌、歌え、歌え、歌え。ミニモニ得意じゃない。あ、ミニモニじゃけんと。なんか笑ってない？テレフォンだったよね。マーベン勢いだと。リンリンリン。どっちかにしてもらおうか。おいしい牛乳飲み飲みじゃん。パッ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 、歌おうさまくパッ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 パ歌え、歌え、歌え。X JAPAN。くれないよ関西バージョン。あ、見て、ゆず歌ってたらゆずさんがあの、あ、こっちにも来てたけど、こうやってんの。ご本人。ゆっくり、ゆっくり。歌え、歌え、歌え、歌え。グリーン。グリーン、グリーン。青空に。シャーっておじいちゃん、おじいちゃんグリーン、うん、二人寄り添って歩いて、あ、それそれ、なんとかどうのこうの、なんとかどうのこの出会ってたくてふん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 にゃ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 ん、幸せですよ、幸せですよ、ですよの人だった。ですよ。ですよじゃないけど。じゃあ、歌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 、あれこっちの。あるはれないなこと、あの、おじさまのくらいな。魔法医者の歌いな。歌、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 エヴァンゲリオン的なやつ。ごくな天使の天使なんとぺかたりやがきたみなつ、うたうたえうたうたえ、キャンディー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 、頑張れ。えエースあエース、違うそれ、待って、1個だけでいい、10人過ぎとる。あ、怒る？7分は怒られますね。1時まで怒る。初見さんいらっしゃい。1時まで怒る。顔可愛いから見て。1時までやると怒る。ルルルンルンルンは花のくるんるんじゃないの？え、キャンディーキャンディーの曲って他何なんて。一番有名は。気にしないわ。これでな。笑って、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 泣き目さない。さよなら。かわいい、ありがとう。わかんないよ。わかんないよ。
ちら酔っ払ってきたらさ、マジンガーで頑張れちゃうじゃん。こっから1時までもやれちゃう。ここから全然やれちゃうから切らないとダメなんです。そう、今日その約束みんなでしたんだもんね。ダメか。約束じゃあみんなが見てないところで、やるか。にゃん待って、じゃあさ、マイメントゲットしないって言うんだからさ、ゲットして。終わったんじゃん。終わってるにゃん。じゃあ気持ちでバイブスでお願いします。バイブスで送りたいポイントがまだあってな。で、そのものはなんか適当に着せてしたらまだあるけども、こんな検診。ね。じゃあね。大変バンド。じゃあ、最後に、ごめんずつ挨拶していく。顔可愛くてごめんね。では、まず、うちの方に。うん。みーちから。はい。あ、はい。ちょっと待ってて。はい、この度はですね、6月生まれの3人の、3ヶ月遅れの配信に来てくださりありがとうございました。またね、楽しいこと、まず、パワーパーティーやりますので、うん、その時は、見てくださーい。ありがとう。ありがとう、今まで。まったね。チュ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 。そして、桃の方に行くよ。から、桃子の方に行くよ。みんな。集まれ見て、顔面が可愛い三人衆です。今日も見てくれてありがとう。みんなスクショ撮っていいよ。いいよ、スクショ撮って。あ、どのがマイメン、マイメンじゃない、マイメンじゃない、マイメン、マイメン。じゃあちょっとみんながうまく上の方に映ってもろって、ちょっとラブラブ、センキュー、今までありがとう。今までありがとう。バイバーイ。ではでは次、こっちこっち、シオンとこ来て。行く行く、初見です。あ、なにありがとう。ミズが仕掛けてきた。ゆきみちゃん、センキュー、よかったらフォローしてのということで、今日はジェミニ配信、シオリンとモモちゃんとミッチーで配信をしておりました。ハワハワ。6月生まれの3人なんですけれども、もう、もはや9月になってしまったんですけども。いつの間にか。9月。お誕生日のお祝い、皆さんありがとうございました。楽しかったよ。みんな、ハートカードにしてきて。はい、またじゃあ、新おうちでホームパーティーするときはね、うん。ハワーパーティー。ハワーパーティーするんで、みんなもぜひ、会いに来てよね。新おうちに。招待閉まるから。楽しみー。ありがとうございます。マイベントやね、もろもろありがとうございました。ハワーパーティー。ハワ。ハワ。楽しかったね、本当に。楽しまる。ありがとうございます。次はハワパーティーで一堂に会するわけですね。ハワパ、やりましょう。こんにちは、うん、ハワの。ハワパーティーでみんなまた会おうね。で、みんなそれぞれアップルとか、R のイベントとか出てるので、引き続き応援よろしくお願いします。みんな頑張ってます。ありがとう。みんなありがとう。最後にみんななんか、コメントして誰が見てたのかなって思う。出席確認お願いします。じゃあラムちゃんだった人もお願いします。なんかコメ見てたよでもいいんで、またももこのでお願いします。あー、みんなありがとう。はわでもいいんで、コメントしてほしいなと。あー、いっぱいありがとう。おやすみ。ありがとう。センキュー。いや、はわはわ大好き。はわ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 、最後だけ間に合った、よかった。ハワのたまる、センキュー。またのー。ありがとう。またね。ハワ、ワハ。ハワ。ワハ。ハワ。一緒に見てくださった。あ、こちらこそ。あ、みんなのありがとう。今日収録したテレビのことはちょっと楽しみにしててください。楽しみよー、うん。ありがとのー。じゃあみんなで同時に終わる？うん。うん。では、あれしよう。あれしよう、じゃあここから。いくよー。ジェミニはいつの時代も最高のアイドル。うーん、わお、ありがとう。またね。じゃあ準備できます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ありがとう、聞きます。 Thank you。 来たよー。